スタートされてるかな。されたと思う。ちょっとまだ声出しまってないからまだ。おーい、声出しまってんの。こんな。してんの。こんなさ、いつもやばい。待って、喋っといて。リップトリル、プルルプルプルプルってしてたって。それいつもそんなだったっけ。してないやん。いつの時代もしてないやん。してるよ。いつも本番前に。出てないとこでプルプルしてんの。プルプルしちゃってんだよ。滑舌少しでも良くなるように。ジーフーさんがガチでやってんのはほっぺたをぷよんって叩いて、うん、口をポコンって鳴らすのよ。あれ？何それ？これそれそれ。これ？これ何の意味もない。これ何の意味もない。リードかそれただの。それ可愛い仕草やったな。マスクしてるとできない。お前富士の可愛い仕草やったな。本当はもっと綺麗になるんだよ本当は。ポコポコンって。ね、あできたできた。ほんまや。あほんまや。できたけれど、あのユンボタンプのお腹の音みたいな。あほんまや。ね。水に一滴の水が落ちる時の音。そう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 。うん、でも滑舌には何の影響もない。うん、お前俺はむしろなんか滑舌が詰まったんじゃないだろうか。うん、俺は高校時代ずっとこれを練習してた。練習してたんや。練習してた。これを練習する3年間だった。俺の高校時代は。薄っ。口ポヨン部にいたのじゃ。口ポヨン部にいた。口ポヨン部。で、3年やってそれぐらいの響きなんや。これぐらい。いや難しいのよ。本当。それ実際やるとむずいね。3年間ペン回しやってるっていうやつよりニッチやな。まあペン回しはようおったから。おったけど。うん、いやこれ全国大会いけるね。口ぽよん、インターハイ出れるな。口ぽよん。ねえ。県代表。あるあるある。ね、あるよあるよあるよ。楽しみにしてんだよ来年の大会、世界大会。だから富士がやっぱ起こさないと それそんな広げるもんじゃねえよ。プチポヨンインターハイやらないと。ああみんな乗ってくれるの焦るわ。ググっても何も出てけへんかったわ。なんか消されてるわちょっと。あの世間から消されてる。もう誰も突っ込まねえから俺自分で僕で自分突っ込む意味わかんないんだけど。地下トーナメントやろ。プチポヨン地下トーナメント。もういいんだ。高校生活3年間をプチポヨンに捧げ続けた富士だわ。説明おじさん来た。もうマサルさんの世界でしか活躍できない。はい、最初、はい、ちょっと富士くんの口っぽ4の話から始まりました。はい、今年初めて2020年初めての、ワクワクそうです。あ、そうか、そうだ、あ、明けましておめでとうございます。明けましておめでとうございます。もう明けましての効果ないとこですけども、23日なんで、うん、はい、今年も皆さんよろしくお願いします。ゆるゆると遊んでいきたいなと思っております。はい、じゃあなんかワクワクしたことを言いましょう。言っていこう。あるか？いや、あるのか？あるやろ。あるでしょ。僕も何個かありますよ。じゃあもうみんな考えてる間に、まあ、代表的なものは2つなんですけど、うん、僕はまあ1つはまあちょっとガンプラにはまりすぎてるっていう話。ずっとじゃねえかよ。継続してるやつ。ずっと継続して。最近の話じゃないやろ、それ。いや、でもね、年末年始、あの、多分先月から今月まで俺1回、あ、2回大阪帰ってて、ああそうなんだ、予定でね、大阪帰ってて、うん、どっちもガンプラ大阪で日本橋で仕入れて5個と6個持って帰ってきたっていう。大阪に仕入れに行ったの。大阪の中古を仕入れに行ってるっていうのはまあ一個個人的にワクワクしたことではあるんですけど、うん、いやもう一つちょっと最近、うん、あの配信でよく僕ときめきメモリアルのガールズサイドやってるんですよ。あ、ね、うん、あめっちゃずっとやってるよね、うん、ワンツーやってるね。そう、ワンツースリーやって、うん、で、まあ、あの全部実際やってみて、で4が、まあ、今新作で出てるじゃないですか、うん、で4をやろうかなと思ったんですけど、まあ、せっかくやからワンツースリーやろうと思ってやって、うん、で2ってなんかフルニキとかなんか湯豆腐チーム湯豆腐周りでやっぱ2ってなんかちょっと特殊な感じというか、なんか主題歌のステイがみんな好きみたいな。ああ、ステイね。うん、昔上げてたじゃん動画、フルコンさんドラム叩いて、そう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 、あ、バンドとか、そう、それで結構みんな歌ったりしてるみたいな、うん、それ聞いてたわ、うん、なんか歌いやすかったよね。ワンビーズやからさ、なんか、うん、あ、そう、あれか、ちょっと歌うにもちょっと厳しくて、
割とがっつりロックな感じなのかな。そうそうそう。ビーズの曲で、で2、そうで2のそのステイっていう曲は俺まあ好きでもともと歌ったりしてたけど、ゲームをちゃんとやってなくて、そうね、しっかり1回しかやってなくて、うん、で改めて今回そのなんていうやろ、一番メインのそのキャラクターのルートでしっかりやったんですよ。佐伯テル君っていうこのルート、うん、それがなんかもう良すぎて、俺あんまゲームでこの良すぎてってあんまならないんですけど、基本そういう感極まらないんですけど、だからエンディングとか見ててストーリーの歌詞が、あ、全部ステイの歌詞がストーリーと重なってて、それにちょっと感動して、あ、そうなんだ、そんなちゃんとなぞらえてんだ。そうそう、その歌を歌って歌詞を知ってる分ちょっとストーリーにの理解力が上がって、ちょっとときめいたなっていう、ね、初めもの曲は大体ほぼやと思うけど、ときめきって入ってる、曲名、曲中に。ときめき、ああ、ビーズにもちゃんとときめき入ってる、それ、え、それって作詞誰だ、ビーズの稲葉さんと思うけど、稲葉さん、全部そのみんなやと思うよ。打ち合わせしたくなるかな、じゃあ。ときも3ザードやけど、それもときめきちゃんと入ってるし、多分それは入れてくれって言われてるんやと思う。うん、多分。じゃあ、ミカル君もときめき入れてさ、作ったらワンチャン狙えるよ。やった、頑張ろう、頑張ろう。頑張ろう、頑張ろう、ときめき。どういう順番なの？ワクワク、ときめき、ワクワク。ワクワクとときめき。ワクワクとときめき。確かに。それちょっと自分たちも売りに行ってるじゃん、それ。いやいや、もうそれやってフルコンさんが一番喜ぶ可能性がありますよ、ね、メモになると。そう、まあその時メモガールサイド1,2,3やって、まあ、単純に面白かったなというのが、うん、はい、最近の話でした。あれ、なんか1、いいね、1,2 とか移植されてないから、すげえなんかプレミアついてるらしいね。いや今そうなんだ、そうだ、今 GS2 とか DS 版なんか Amazon でむっちゃ高騰してる、いや、俺も配信で聞いた、コメントで教えてもらった。そうそう、3もね、PSP も DS もね、今高騰してて、俺たまたまその流れの前に買ってたから、うん、結構お手頃価格で。あ、もう出て、昔のもやれてみようかってなったんか。うん、あ、なるほど。あ、かもね。そうそう、なんかゲームボーイも出てなかった？ゲームボーイ、ゲームボーイ、いや、DS やね、全部。うん、DS から ?1 は DS。1が出たのが PS2 からやから、ゲームボーイの時代にはないよ。PS2、PS2、で DS で全部出てて、3は PSP も出てるかな。ダンボイサイドでも PC エンジンとスーパーファミコンやからね。セガサターンもなかった。あ、ゲームボーイのときめきはあるよ、ときめもは。あ、でもそっちのことで言うと、パズル玉？ガールズだからないのか。ガールズはないない。うん。あ、そうそうそう。うん。そうなんですよ。うん、まあそれでなんか楽しかったなっていう話でした。はい。いいじゃないですか。いいですよ。ゲーム実況者っぽい話しました。ときめも面白いんですよ。はい、おもろかった。じゃあ次は普通のときめも3やろうと思います。はい。じゃあ次どうしよう、ミカル君にしようかな。うん、じゃあいいですか。ときめきミカル。はい。僕はね、ときめもゲーム実況的なじゃあ。うん。やつワク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 、まあね、うん、そうだね、ワクワクかな、獣道ですね。お、え、獣道って言うの？獣道って、獣道っていうね、あのっていう年末にあの、うん、毎年じゃないな、その格闘ゲーマーの梅原大吾さんっていう有名な、うん、その選手がいるんですけど、うん、プロゲーマーが、プロゲーマー、その方がもう、うん、格ゲー界だけのみならず、もうアーケードシーンの強い人たちとかを集めて、あの、うん、戦うっていう、もうほんと地下闘技場みたいなことを、うんうん、たまに開催してるんですよ。うんうん、でそれが年末にあの、うん、2021年の12月末にあって、獣道4で 4かな、うんうん、でもう結構その獣道ってそのなんかなんていうかな、賞金が高いとかじゃなくて、本当に強い人が勝って、負けた人はもう結構精神的ダメージで立ち直れないみたいな。そんなに、いや、もう本当にやばい、すごいみたい、うん、うん、やばい戦いで、もう本当に頂点を決めるみたいな。でその格ゲーのまあ 4つぐらいやったんだけど今回、うんうんうん、そので4タイトルあって、うんうん、まあそのストッツーの古いやつとか、あと、うん、ピヨテとアメミヤ太陽さんが戦ったりとか、おお、本当、でね、全部すごいしっかりドラマがあって、もう
勝った人すら、ま、泣いちゃうみたいな、もう思い入れが強くて。へえ。負けた人はもうね、あのゲーセンのその筐体からもう負けたことが決定した時にもうその場から立てないみたいな、しばらく。もうね、そのねドラマがすごすぎてね、僕もちょっと泣きましたね。へえ。みたいな、それ気になるな。これあれね、獣道はね一から見るのがおすすめです。かなりそのまあ俺も獣道全部知ってるわけじゃないけど、スパッツ X かな、ストリートファイター2の、うん、なんか一番最強バージョンみたいなやつを、うん、ほんまに昔の強い人と今のめっちゃ強い人とかと戦ったりみたいな。それがね毎回その、うんうんうん、なんていうかな、因縁動画みたいのしっかり作られてて、その、なんかプレイヤー同士が相手のこと挑発し合うなんか PV みたいのがあって、そっから面白い。そうなんや。格ゲー熱いからな。獣道もこれね、本当にな、これ気にはなってたんよな。うん、これで遡ると獣道ゼロっていうのもあるんですよ。はいはい、はい、なんかそのこの企画が始まるためにあった出来事事件みたいのがあって、そのなんか昔のゲーセンにいた人たちがずっと仲悪いんだけど、どっちが正しいのかみたいな、まあ結果的にゲーセンのプレイヤーだから強い方が正しいだろうみたいので戦うことになった。それって、うん、それってあれ倉橋小郷っていうこと？あ、そうそうそう、それそれ。 それは全部の漫画、梅原さんの漫画が出てて、その梅原っていう漫画があって、それにその時代のストリートファイター2の時代のことがあって、全部実在の人物のなんかちょっと名前変えたみたいなんで、ストーリーがあって、それがえらいことになってて、あのなんか漫画に出てきて、漫画で負けたシーンで俺は負けてねえってツイッターで言い出して、でそこから実際どっちが強いんだって戦うことになるっていうのが、めちゃくちゃもう事情知らない人が見てもその放送、本当に仲悪い人同士がバトってるから、もう因縁動画が面白すぎて、そこそこのおっさんが、いやあの時はあれじゃなくてどうたらっていうのを、なんかもうお互いに会話せずに人を挟んで梅原さんが間を取って喋ってて、これ10先とかでありえないだっけ、あ、そうそうそう、なんかね、梅原さんだからこそ人集められた人たちでもあったりするからね。うん、なるほどね。この辺のドラマがね、面白い。確かに。ほんまに人間関係ピリピリしてる人ら同士のガスとゲームなんや。本当にそのゲーセンが怖い時代。そうそう。バチバチだったからこそ。そうそう、今もね、シャレにならないようなテンションで始まるんだけど、でもね、やっぱね、その試合が終わるとね、握手したりとかね、なんか友情になったりとかもあったりとか、なんかやっぱね、その盛り上げるためにわざと煽り合うとかいう文化もあるから、格ゲーとか、それがね、面白いんですよ。ぜひ見てください。えらいもん進めたな。確かに。いや、面白いんです。気になってたやつはあるあれは。いや、あの、梅原さんのその漫画から読むとめちゃくちゃ面白いかも。あ、漫画をまず読んでな、梅原を読んでからな。梅原が漫画を読んで、この人が本当は負けてないって言い出したんだっていうの分かってからだとなお、それは面白いわ。いや、すごい、まさか何十年後にゲームのできた因縁をゲームでうまいことまとめるっていうのは面白いですよね。面白いですね。はい、そんな感じで、熱い話ありがとう。じゃあ次どうしよう、ピラノさんにしようかな。ピラノさん、なんかときめきピラノさん、ときめき今アガルサイド4はやってるんですけど、ああそうなんや。ワクワクしたことで言えば、まあギター2本買ったとかあるんですけど、ええそうなん、すげえこと言ったな今。ちょっと待って、ギター2本、ギター2本買ったとか、アンプ買ったとかあるんですけど。いや、ありすぎて。アンプも？ちょっと、これ教えてくれ。それ聞きたい。俺は今日は憤った話をしに来てます。いやいや、ギター何？どうでもいい、どうでもいい。ギター何買った？ギター何買った？ギター何？ギター何？そんなことより俺に届いたメールの話をしたいんで。それ後で聞くから。それ後で聞くからね。それ後で一緒に憤ってあげるから、ギター2本と。腹立ってるんです。泣いてる、俺も泣いてるんです。ギターと日本。泣いたの？何買ったんやろ？ポール・リード・スミスかな。ポール・リード・スミスかな。
ポール・レイド・スミスはもうあのね音とかすごい好きなんですけど、やっぱねヘッドがちっちゃいのがな、はい、あヘッド大きい方がいい、ね、ついギター流れてるか、ちょっとギター流れちゃうな、ギター流れちゃうな怒っていい、怒る、ちょっと一回怒って、一回怒って、サクッと怒ってみて、サクッとじゃねえんだよ、サクッとじゃねえんだよ、怒らしちゃった、もう別の憤りが来てる、ガッツリイラッと来てんだよ。あのさ、皆さんもあのよく来ると思うんですけど、お仕事依頼というか、今回私に来たのは、ね、そのなんか取材させてくれみたいなメールが来て、あと大丈夫その話、大丈夫それ大丈夫かな、大丈夫大丈夫特定されない、大丈夫、大丈夫だと思う、いや取材させてくれみたいな話、声は一旦声は一旦裏で教えてほしいわちょまあちょそうやなまあいいよいいよ、まあ、一回聞こう、うん、ね、なんかまああのあんまり返さないんですよ、うん、僕やらん、はいはいはい、やるやらんにし、やるんやったらまあ返すっすけど、まあ、ほぼしないですけど、はい、やらんやつは返さんの、知りないからな、うん、そうそうそう、うん、で、まあなんかあの本決まりじゃないけど返事ぐらいみたいな感じだったし、もう放置してたんですよなるほど、怖い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 、はいはいはい、で、数日経ったら、うん、催促の返信催促のメールが来てへえ、こちらクライアント様たってのご依頼なので、うん、前の件どうお考えですかみたいなメール来て、なんやこれ返さなあかんかって思ってパッと見たら、うん、平野課長様って言われてんすよ俺、はい、はあ、先方に、はいはい、前のメールも平野課長様なんですよ、うんうん、そんなも俺のこと全然調べてへんのに、いやそれはそれはしゃあない、しゃあない、しゃあないでね、しゃあない、それ課長ももっと頑張ろう、ピラノでね、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 そのまあまあまあクライアント様たってのご依頼、まあまあもうちょっとこれもあのお断りのメールを返そうと、あそうあそうあそうそうそれでいい、それでいい、それでいい、その時にそれでいい、お世話になります〇〇様、ピラノと申しますって俺書いたの。おはいはいはい、ピラノと申します。で、うん、今回はちょっと無理ですっていう文面添えて、またなんかあったらお声かけくださいみたいな感じでね。はいはい。で、うん、そっから返ってきた返信が、平野課長様、受け止まりました。いざけんなお前何見てんねん、お前何見てんねん文句やん。いや、ちょっと待って、それしゃ、これはもう仕方しゃあない。向こうは平野課長様って見えてるからしゃあない。そうそうそう、しょうがない。そうや。昔の平野の方が、平野の方が短い、短いから。逆に昔から見すぎてるんかもしれんが。ああ、そうね。そうそう。何のリサーチも、何のリサーチもしてん。いや、そのメールの文面見てへんやん。俺の返した。俺が名乗ってんのに。いや、いや私は平野課長が良かったっていう、こうちょっといやそれはそれでなんかそれはややそれはそれでいろいろそれはそれでややこいそれはそれでややこい人なんかもしれない、まあ、それだそういうだそういうのはだから分からない、分からそういうのがやっぱ伝わらないという時は、まあ、正直そのまあ、おそらく平等に見ると、平野課長の時期が長いので、正直、平野の時期の方が短いから、まあ、これはワンチャンしゃあないから、そこはね、そこは別にいいよ。一ちゃん最初に来たもん、平野課長で来たもん、いい。いや、俺が怒ってんのは、俺はピラノって名乗ってんのにもかかわらず、平野課長様すいませんみたいな、いや、すいませんじゃない、受け止まりましたみたいな。課長頑張ろうね、平野頑張ろうね。それはあれ、相手の理解力が乏しかったため。そこどこに腹立ってんの、ね、俺は間違われたらそこに腹立ってるんじゃなくて、もうちょっと注意して仕事せえやいうこと、いやそれはその時はこの力を込めて言うてんの、いやこっちが平野課長でやっておりましたが、ピラノに名前を変更させていただいております、今後失礼しますみたいな打たないと、俺がそこまで丁寧に言うことはない、いや丁寧なことね、ピラノと申しますって言っただけでも俺はちょっと寄ってんねんから、そっちに、いやじゃあ断れよ、いやいやこれはそれはもうじゃあもう断れ断れ、いやこれはじゃあここで入ったということで、手打ちということで、いやそうですね、いいネタにさせていただきましてありがとうございます、ギターを教えてもらっていいですか、買ったギター、買ったギターを教えてほしい、買ったギターはエドワーズのレス、ね、エドワーズのレスポールと、うんうん、エドワーズのレスポール、へえ、 MD プロジェクトの MD プロジェクト、まあ MD プロジェクト1個しか出
出ない、形1個しか出てないから。いやこれね、レスポール、もう僕は清水の舞台を、清水の舞台を駆け上がる勢いでレスポールをやめましたね。 MD プロジェクトの、MD プロジェクトっていうギターメーカーがあるの？あるある。MD プロジェクト、日本のメーカー、あ、ハム、シングルハムなんよ。お、3個なんや、3発、え、何それ知らん。トレモロついてて、でもこのギターの話にも俺行き通ってんすけど、エドはやばいやばいやばい、どこに出てることばかりやん。レスポールの原稿を変えよう思ったら、あの ネジがあのもう何密着してへばり、なんか回らんのんすよ。で一個六角一本折ってふざけんなと思って、もう後ろ開けたろう思ったら、ドライバー、俺の持ってるドライバーやったら全然あの回らんから、行き通りすぎて何言ってるかわからんくなって、工具工具屋行って、で A ドライバーと六角またこうてで、 A ドライバーで後ろバーって開けて、やっぱりこれあのここで密着してんのかと思って、でまた六角で、いや回らへんなってなって、んで買ったところに電話したら、折り返し電話させていただきます言われてから2日間電話かかってきてない、どういうことやねん。やば、土日あるから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 、土日ですよ、土日あるから、土日ですよ、土日ですよ、ね、ちょっとあの写真送ってギターの、写真送って、アンプは？アンプは？アンプはブラックスター。あ、ブラックスターいいやん、ほんと、いいやん、いいね、ブラックスターいいやん、かっこいい音だよ、ね、唯一本当に俺を慰めてくれるのはブラックスターと MD ギターの音色だけだわ。すげえ、そんなパッパンやん。まとめた今、うまいこと、まとめた。ユゲコとミカルくんも泣いたようやけど、俺は毎晩ギターを泣かしてるっちゅうことや。あー、なるほど、ときめいてる、そっちにときめいてるってこと。何急に。あの何急にかっこいい感じで締めたの。ピラノさんの今なんか一番最後のが一番腹立ったわ。こっちはピラノさん、ちょっと今のね、もう長い間損害しか生まれへんかった可能性。そうや。何や今の。なあ。はい。ありがとうございました。あの、はい、熱量のある。はい。いやだ、そういうこともあるんで、皆さん、注意深くメールは見ましょうということで、続きまして、じゃあ、ウルコさん、お願いします。はい、僕ね、もうまさに今日の話なんですけど、はい、まあ、ちょっと他の人の話なんで、簡単にしますが、はいはい、僕の DVD 仲間のベルグラさんっていう方が動画上げてて、はいはい、その、巨人の丸選手が出てて。え、うん、っていうのも、経緯が、もともとベルグラさんの何周年かの記念に送られたチェイスっていう、はいはい、まあ、DVD っぽいチェイスっていう曲があって、はいはい、あったのよ。でそれ公開されて、でそのチェイスっていう曲がなぜか丸選手の入場テーマになったのよ、ある日いきなり。そう、なんで、なんかトースポかなんかでも話題になって、なんでやねんってなってたんだけど、まあ、単純に DVD が好きやって、はいはい、あ、丸さんが、そうそう、丸選手が、そうで、今日の動画でもその DVD 誰とやってるか、なんか巨人の選手10人ぐらいやってるらしいね。すげえ、そうそう、12時やってて、みんなで誰々がやってるとか、なんかそういう話とかしてる動画を上げてたんやけど、おもろ、そうだ、ワクワク しましたね、単純に。なんで、もうタイガースの選手も私の方に待ってますよっていう。いや、ほんま、古関阪神ファンやから、タイガースは私の方に、タイガースは古関の方ですよね。タイガースの方は僕の方でね、受け入れますんで、ちょっと誰かやってないかな、誰かやってないかな、そういうアピールいいね。おもろ、それ。そう、すげえなーっていう、そう、そういうの、誰、あ、そう、もう一個最近あったわ。あの、ちょ、もうすでにこれは何回か話したやつではあるんだけど、はいはい、みんなには話してなかったから、うん、あの、まあ、オープンレックのスタジオでね、はいはい、僕がよくお世話になってるオープンレックさんのスタジオで、うん、あの、うん、ある番組に出るってなってて、その番組の最後にモーニング娘。のザ・ピースをみんなで歌うからって言われて、あ、何それ、どういうこと。いや、なんか、まあ、その番組で、エンディングでみんなでザ・ピースカラオケで歌って終わるっていうやつやったのよ。うん、あ、そうそう、あったね。そう、あったね。だから、あの、うん、控室でザ・ピース聞いてたのよ。はいはい。うん、YouTube ミュージックで。はいはい。そうそう。じゃあさ、あの、ザ・ピースってどの曲やかな、曲やったかなって思い出しながら、こう、控室で聞いてたら、控室の音コンコンってなって、はい、ご挨拶聞いてくれたのが、あの、後藤真希ですって、後藤真希さん。ご本人登場して。いや、この間の後藤真希さんの番組にその DVD のキラー役で出たりとかさせてもらったから、うん、僕の中に控室にフルコンテ入ってるのを見て、おもろ、ちょうどザ・ピース聞いてたらご本人登場して認めてやばいな、すごいな、ビビるよね、ドッキリでもそんなできひん、ドッキリそんな仕込まれへんで、そんな、そう、え、おもろというのがありましたね。それはちょっとなかなかやな、
本人も好感度上がったやろうな。いや、上がる。いや、でも、まあ、うまい。2回目、だ前、トマコと、その、いや、俺もおったのよ。あ、そう、あの時もね。そう、そう。そうなあ、あの時、そう、ヒピラノもトマコもいた時も挨拶してくれて、で、別に、今回も、2回目でも3回目でもちゃんと挨拶に来てくるっていうのがすげえ、やっぱちゃんとしてるなって思った、すごいね、素晴らしいよね。すごいな。いや、おもろいっすね、うんうん、それはワクワクするな。めちゃめちゃワクワクした。衝撃がすごいな。衝撃がすごいよ。本番まで完全に引っ張るじゃないですか。引っ張るよ。そうだよ。楽屋で本人登場ってね。そう。面白い、ね、めっちゃびっくりした。いや、よかった。あれ、ミカル消えてる？あれ、お前ミカル落ちてる。ミカルいない、うん、いつもにこう。これはヒラさんが怒りすぎたからミカルが消えた。怖くなっちゃった。首引っ込めたのかもしれない。亀のミカルくんが首引っ込めたのかちょっと、なんか本間っぽいことを言うと、引っ越ししたてやからまだ安定してないんかな。あーなんか引っ越しちゃったね。それはあり得るかも、うん、まあ、ちょっと待ちましょうか。まあ、富士山のなんか良かったこと、なんかあったこと聞いて、ワクワクしたことね。そうね、あのさ、よくさ案件メール来るじゃん。あれ戻すの？そこに。俺あれどうなんだろうと思うのさ、初めて来る方からさ、こう、はいはいはい、タイトルにね、要返信ってついてるの、あれ何なんだろうな。あるね。圧力がする。あるね。なんで返信が義務付けられてるタイトルつけるんだろうな。確かにね。それは良くないよね。それは良くない。違うね、後半じゃないね。いやいや、まあそういうので言うとね、まあ、それ出てくるから、俺はフルコンチャンネル様って。僕は全然そんな怒んないけどね。出てくるから、出てくるから、ね、なんかもうその失礼なメール集みたいなのがやめよう。いや、あとなんか最近よくなんかこういつもそのチャンネル楽しく拝見させておりますって言う、よく書かれてるけど、あれ本当かとかすげえ思っちゃうのもあったりするけどね。あるね。いや、まあ、とりあえず、まあ、どうでもいいんだけどね。いやいや、まあ、それはもう、あの、日本の文化で、良くもあり悪くもある文化ですから。なんか、追求したかんちゃうもんね、すごい。本当に、何が、それ追求してさ、俺いいことないもん、今まで。俺一回親の店になんか親のさ、そのお友達みたいなの娘が俺のこと見てるって言ったから、わざわざ挨拶しに行った時に、どんな動画見てるんですかって言った時に濁された以来、俺もうよう追求せんくなったもん。もうまあまあ、こういうもんなんですね。そういうもん、うん、違う、はい、ワクワクしたことね。ワクワクしたこと、はいはい、最近ね、俺よくね、芸人の真空ジェシカさん、うん、最高ですね。のラジオめっちゃ聞いてるのね。あ、うん、ラジオ父ちゃん、そう、ラジオ父ちゃん聞いてる。わ、聞いてる、いいですね。アマゾンプライムのミュージックの方で、そのポッドキャストで、はいはいはい、その第1回から聞けんだよね。はいはいはい、なんとなく聞いたの。そう、あの M1 ですげえ面白いなと思っちゃって、出ただから聞いてみようかなって、なんとなく聞いたら、はいはい、まんまとちょっと今ハマってまして、めちゃくちゃおもろいよね。芸人さんのラジオは面白いね、ほんと。あの人たち、うん、あの人たちはね、ちょっと特にそのネットミームというかインターネット世代やから、そうね、なんかあの世代感も近いから、その共感がすごいんだよね、話題の。俺もよう聞いてるわ。このゲームとか漫画とかの話とかしてるんだけど、うんうん、でさ、その真空ジェシカさんのそのラジオのコーナーで結構ヒットしてるのが、はいはい、あの、ぷよぷよ連鎖ボイスっていうコーナーがあって、おもろそう。それ、あ、それ最初もしも、もしもこの人だったらこういうぷよぷよの連鎖ボイスになるっていうコーナーが大きいなんだよね。普通の、普通のファイヤー、アイスストーム、ダイヤキュートみたいな感じで。はいはいはい。はいはい、うん、それで、ミスターマリックの連鎖ボイスっていうのがあって、めっちゃ当たるんだけど、ピロリンハンドパワー、ピロリンハンドパワー、ピロリンこれが気の極みです、ピラ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 ー、娘娘が今、娘やっぱあのヒップホップとかやってるからね。娘強いから、ね、そうそう、娘強いから。いや、あのね、真空ジェシカさんマジで面白い。いや、面白いよ。川北さんの方の特技にぷよぷよ大分5位って入ってる。すごいな。すごいんやろ。すごいらしいね。なんかその大分5位っていうのも、うんうん、なんか東京サーバーとかやったら大変で、大分側の予選に参加したらいいとこ行けるんじゃないかって言って大分に参加したらしい。ああ、そうなんだ。よく知ってないけど。そう、いや、俺も真空ジェシカめちゃくちゃ好きで。あ、そうなんだ。M1 前日、M1 前日ぷよぷよ配信してたからね、川北さん。マジで、すごいね。
余裕やそうなんで面白かった。へでなんかさそのラジオ聞いてさ、うん、あーなんか改めてそう俺らもラジオやってたじゃん日本放送で、うんうん、でその時の音源がさ結構あるじゃん、はいはい、手元に残ってるじゃん、うん、改めてなんとなく聞いてみたのさ、うんうん、なんか俺すごいハキハキ喋ろうと頑張ってんなっていや、うん、藤君はね頑張ってたよ。すごい改めてねそう聞いてね、うん、この人頑張ってるってすごい感じたね藤はねめっちゃ頑張ってたマジででもなんかね、うん、改めて聞いてもね聞けたよ普通に。ああ聞けたかも、うん、確かに自分が喋ったこと全く覚えてなかったからその新鮮な気持ちで聞いたんだけど、うん、普通に聞けたわ最後まで普通に、うん、特に俺あの終盤ぐらいとかもう藤に俺感謝してるもんななんかそれ言ってたな。いやのほんまもう富士のなんかラジオのテンションの喋りが良すぎて俺は感動してたもん。うん、助かってる助かると思いながらずっと。懐かしいよな。うん、よなそうそう東京組がねよく毎回そうだよね。そう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 。俺らたまにしか参加できひんかったから。うんうん、そうたまにさそう課長も参加してさ俺と課長だけの会があったりしたじゃん。はい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 。あの会なかなか荒れてるよね。荒れてんの荒れてんの荒れてんのそう、なかなか、でもね、テンション感はすごいんだけどね。うん。テンション感すごいんだけどね、進行がね、荒れてんの、すごい。進行はまたちょっとちゃうもんな。うん、ゆけぽは進行うまかったなと思うわ。まあなんかイメージがやっぱ、うん、ラジオのイメージがあるから、もともと聞いてたし ね、 ね。で、ミカルが帰ってこねえな。確かに、うんうん、ミカルくん、どうしたんやろあれどうしたあいつ連絡くれ連絡くださいあれちょっと LINE で LINE 通話で一回かけてみようか、うん、ちょっと一回ミカル君聞いてみますか、うん、はいお願いしますほんまラジオ父ちゃんマジで面白いいや面白いよねそうなんやなんか真空ジェシカまあ俺もその最近ちょっとずつも前のを聞き出してんねんけど、うん、なんかコーナーとかもほんまオタクのりなんが多いしそうはね、うんうん、RTA とか普通に言うてるからラジオとかで、ね、ああなんかねあもしもしミカル君、うん、今暇暇じゃない暇なはず時間あるはずやねんけど忙しいのどうしたあいつどうしたなんかおかしくなっちゃったあいつえネットが急に押しちゃったのもうそんなんどうでもいいから飯食いに行こうやよいよいよなんなんむちゃくちゃや時間それの方が時間かかるえでもなんかどうなったのほんまに気はできそうなのかなそもそもどうなんですか、うん、まあでも最初4人でやってもいいけどね別にうん、うん、そうねゆっくり復旧してもらったら今なんかあの落ちた原因を調べてんだってなんで落ちたかわからんからああなるほどねうんなんかネズミにかじられたとかじゃないんかな大丈夫かな昭和か昭和のモデムネズミにかじられたとかそうですねはいじゃあ4人でちょっとやっておきますので、うん、やだやだはいそうしましょうはーいうわー富士がラジオ父ちゃん聞いてくれてるの嬉しいななんかななんでギャップがいや俺も真空ジェシカちなみにさなんかおすすめのさ芸人さんのラジオとかあったりする、うん、なんか聞いたいなと思うわまあ、単純にやっぱ長い俺トツのラジオ順番に聞いていっておもろいねトツの漫画家のあ漫画トツの高ひトツの高ひでのあのあれでしょラジオ漫画ラジオ漫画の一つ聞いていってる暇な時、うん、はいおもろいねほんま幼馴染のラジオやけどなんかあそれとうん、アルファさんああ匿名ラジオはめっちゃ聞いてる、ねうん、めっちゃ聞いてる、うん、匿名ラジオも聞いてる、うん、匿名ラジオと漫画犬を聞いてるから芸人さんのラジオ聞いてないんだ俺ああなるほどねそう芸人さんまあでもやっぱオールナイト日本軸になってるかな個人的に聞くのはやっぱオードリーやっぱオードリーさんのオールナイト日本って長くやってるしやっぱ単純に面白いなと思って、うん、なんかそうですねラジオと面白いですよやっぱあのオードリーはなんか一時期聞いてたわ確かにうんとあのそうね、うん、あのオードリー春日ちゃんと喋ってるっていういやそうあの、ね、なんかねラジオってねえ、ね、ネタする時のボケの人が、うん、あボケの人の方がちゃんと喋ってツッコミの方の人がボケるみたいなの状態がなんか面白くて、うん、あるねあね、そうそうオードリーまさにそうなってて、うんうん、若林さんがもう暴れてボケ倒して春日さんがずっと突っ込んでるみたいななんかそんな感じなんですよね、うんうんまあ、他はもう普通に面白い霜降りとかも面白い霜降り明星とかも面白いし、うん、ラジオってやっぱねおもろいんですよねそうね、うん、結局やっぱりねその目に見えない分やっぱり
トークが存分に、はい、生きてるわけだなって。そうなんですよね。なんかようそんな日常おもろいこと起きるなって思いながら聞いてるけど。確かに。あ、コメントいいですね。安住紳一郎さんの日曜天国も面白いですね。朝にやってるんですけどね。安住アナの日曜天国もね、面白い。あれはすごいですよ。あの人、安住さんが淡々と独白から面白いんですよね、朝から。へぇー。そうそう。はい。じゃあまあ、ゲームしますか。メガル君が、まあ、復旧を願いつつ。そうだね。すげえな。35分経ってしまったからな。ずっとフリートークで3000人聞いてくれたぞ。いや、ほんまや。ありがとうね。ありがとうな。ゲーム始まったらみんな帰るかもしれん。逆に入れたら。いや、そういうのね、ありえなくもないからな。いやいやいや、そんなことないですよ。面白いですから、今日ね。はい。面白いこれ。今日やるゲームはですね、レッツプレイ、オインクゲームズというゲームですね。はい。まあ、オインクゲームズさんっていうのが、まあ、アナログゲームとかをたくさん作られている会社で、うん、その、ね、中で、こう、なんていうんですか、電子化というか、スイッチに、ね、ね、ちゃんとした。そうね、バージョンでございます。いや、すごいいいよ。そのなんだろう、プレイ感もね。お、そうなんや、うん。実際俺もちゃんとは触ってないんで、まあ、実際に、うん、リアルに海底探検とかはそのアナログゲームのものを触ったりしたことあるけど、こうなってんの初めて。うんうん、そうね。いや、うん、ほんまこういうなんかコロナ禍でいろいろ嫌なことはの方が多いけど。はい、アナログゲームがオンライン化、これ以外にもたくさんされてて、それだけは嬉しい。そうね。こういうきっかけでやったかなっていうのはあるけど、うん、それはそれで面白いな。そうか、インサイダーゲームとかもここの会社ですね。そう、インサイダーゲーム入ったりしたらね、すげえ楽しいだろうね。うん、オンラインでできたら、うんうんうん、インサイダーが自分のこと、ね、生きたことしか覚えてへんわ、もうあるな、うん、で当てられて終わりのやつな。じゃあまず合流する。合流しようか。じゃあエセ芸術家やるとして、あ、でもエセ芸術家はちょっとミカルが復帰してからやりたさはあるな。だけどね、すぐ終わるからね、うん、まあやっていいと思うよ。あ、そう。あ、まあ、分かった。ちょっとその、どういう感じかっていうのを見るために、うん、分かりやすいエセ芸術家からやりましょう。テーブルを作成で、プライベートで、うん、見えてたらあれだ。どうやんねやろ。コード見えたけども、画面思いっきり映ってる。とみんな、GFV286 です。はい、取らないか。え？いや、それで入ってくるやつはもうよっぽどおもんないやつがやめてくれ、ほんとに。そうやで。もしもし。だってもう画面思いっきり映んねんもん。あ、来た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 。今、いけてますか？いけてる。誰にもつね、この枠は。思いっきり画面に映ってる。いや、大丈夫。これは、これでほんま入ってくるやつはマジでおもんないやつがやめてくれよ。え、まだなんかいろいろ間に合う？全然間に合う、間に合う。今、今、ちょうど今、マッチングしてるから。からそう、プライベートやと、なんか、フレンドしか入れないとかあるんじゃない？どうやろう。あ、そうなの。あ、プライベート枠。そう、プライベートにしてるから、多分。プライベートは、つまりコードで検索するものだと思うよ。そうなんだ。あ、パブリックだと自由に入れんのか。ああ、じゃあ、パスワードでいいのか。そうか。だからコードしてるとやっぱ入れちゃうか、これ。終わった。メガル来た。え、大丈夫？なんか、あ、ちょうど今から始まるとこやから、まさに入ってもらったら、うん、ね、ずっとね喋ってた、うん、導入の話が分かってないといけない会話ばっかりしたりしない？あ、ないよ。大丈夫？ないよ。じゃあするわ。いや、ちょっとやめてください。難しいな。ピラノの話に虫返すわ。これはあの後ずっとピラノさんだったの？もう大変だよ。もう本当にずっと一回打ち切れちゃって、一回ピラノさんが大魔人に変わって戻ったとこまで。だから今放送巻き戻せなくして、俺後で消してからアーカイブあげるわって言ったから。うん、そんな修羅場に貼って、あれすぎて、あれすぎて、本当にあれすぎて。そう、勘弁してください。三つぐらい気なくなったから、もうそれぐらい。もうね、危なかったよな。裕次郎並みに起こったな。そうそうそう。ハンマ裕次郎、ハンマ裕次郎になった。いけたいけた。少々来た。起きた。はい。じゃあ、行きますか。じゃあ、ゲーム開始しちゃっていいんかな。あ、いいか。5分って書いてあるな。へえ、そんな短いんや。やってみますか、ちょっと。はい、ゲーム開始してみます。ドン。あ、これ、放送見たあかんや。あ、そうだね。あ、そっか。あ、そうだね。今コメント見れないやん、じゃあ。あ、なるほどね。見えちゃうから。はいはい。あ、コメントも見やんとこうか。さて、今回のテーマを投票してください。テーマ投票。まずテーマをね。
これにしよう。まあ、すげえ、これめっちゃいいやん。これにしよう。めっちゃいい。めちゃくちゃいいグラフィック。そうなのよ。よくできてんな。ポッポやな。わかりやすい。乗り物。おお。一人だけお題がわかんないから。はい、ですよね。あ、そういうことか。一人だけお題わかりません。なるほど、乗り物は全体のでかいやつね。乗り物ってことまではみんなで共有してんだ。はいはいはい、ね、今回のお題が一人だけ違うんやった。うん、なるほどね。いや、一人は出ない、何も。はいはいはい、あ、そうかそうかそうか。なるほどなるほど。で、まあもちろんその SF 術家は、もう自分が S だと分からないように、なんとか話とか絵を合わせていくと。うん、そうだ、思い出したわ。そう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 。あ、ピラノ、まずじゃあ、すべての乗り物に、すべての、いや、これね、書き始めてから5秒なんよ。うん、あ、え？そうね。そう、A ボタン押すと5秒。え、でも残り時間出るよ。いや、だからこういうことよ。おお。うん、すべての乗り物に通ずるからこれが。でも30秒のなんか左上にもあるね。まあそれはそうね。え、だからその残り時間が A ボタンを押すことによって5秒になるのよ。うん、でも上30秒って出てるよ。だから、まあ、だから30秒かかんなかったらそれはそれでダメってことだよね。でもこれ距離に20秒くらいよ。俺が言ってること分かってるのか。まあ5秒で書きましょう。だからあれでしょ、その平野課長さんの言った通り、この左上のピラノだっつってんだろ、本当に。ねえ、全く理解力のないやつらばっかりだ、ね、水色か。この世の中は要変身、要変身、要変身。どういうこと？あれ見たる、あれ見たる。いやでもね、湯気ぽもちょっと危ないよ。え、湯気ぽどうだろうな。何これ？これ二周するからね。はい。イグルニキ？ここ？え、マジで？いや、これは刻んだんでしょ？刻んだ。一周目で信頼取れなかったら二周目で絶対取った方がいいよ。いや、まあそうね。そうやな。そうだよね。ちょっと俺、信頼あるでしょ？もう言うてあるでしょ？まあ、ピアノはある。タイヤだよ、まだ言うて。いや、でもタイヤ。あ、でもな、タイヤ書いたところでな。うん、おわあら、これはこれやったな。じゃあ1個言い訳させて、はみ出たらその場で終わんのよ。あ、そうね、これは。やってるな。これさ、もうさ、でエセ芸術家にバレちゃいけないのよ、最終的に。そうだよね。エセ芸術家のことを当てられても、エセ芸術家がお題分かったらエセ芸術家の一人勝ちだから。あ、そうです。そうやった。だから、いやもうね、俺どうしたらいいじゃん。いや、書きすぎてもダメだしね。だ、今までのこの立ち筋みたいなんで、なんとか判断するしかないよね。ごめん。でもこれだから、ここをやってもダメだから、ちょっともうじゃあこうするか。これもう何これ。なるほどね。じゃあ俺こうするかな。こうしてこうして、どこ、これ修正を。なるほどね。いや、そうか、そう。じゃあ誰だ。いや、これ誰やろう。もうこんなもん、最初これですよ。最初湯気ぽも怪しかったけど、でもどうかな。二週目で湯気ぽの書きたいことが分かったから、もう一貫してちょっと合わせてんなっていうのが、もうこの人しかないわ。なるほどね。うん、結果は。ああ、それそれ、やっぱそれですよ。まあ見かけかな。それですよ。え、嘘やん。え、マジで？俺ピラノさんかと。よし。バレてしまったか。だけどミカル君が当てればいいんだよ。そう。あ、そうか。答えを当てれば。なるほどね。こっからですよね。準備ができたら、まあこの絵はそんな長く見てもしょうがないから、オッケー。でここで選ぶと。あ、なるほど。この中のどれかってことか。ああ。なるほど。どう見ても UFO じゃん。どう見ても UFO。ちょっと選択肢多いな。どう見ても UFO ですよ、これは。お前だ。どう見てもね。フィリーか。いや、これは意外と多いな。うわ、これだ、これだ。まあね。まあね。わかんなかった？僕トラックだと思ったけど、トラックが見つけられなかった。能力が低い。なんだよそれ。そういうことか。しょうもなミスやめろよ。すいません。ちゃんと全部見ときや、ちゃんと見るところ。いや、もう多いことで混乱してしまった。
まあまあこういうゲームだと、はいはい、僕トラックだと思ってましたから。でも後付けやん、後付けやで。言えばよかった、口で言えばよかった。いや、みんなの信用を得れてないよ。そうまでして勝ちたいか、ね、そか。次僕エセじゃないですから、次本物ですから。お願いします。オッケー、次行こう、はい、うん、まあ続けてやりますか、うん、じゃあ回か、うん、回か、回か、何回かやってみますか。この顔のキャラ変えて変えれないのかな。あ、最初で変えれる。最初であの後ろの色も変えれんのよね。あ、いいことやんじゃん。なんか俺、うん、このなんか息つかない笑った兄ちゃんばっかりやったから、そんないろいろおるんやと思ってたよ。なんかいっぱいいましたよ。結構あるんだよ。うん、そうなんや。俺もプロレスあったし。もう、みんな得意なやつじゃないですか。あとね。いや、でも楽器むずいよ。オッケーオッケー。オッケー、いい。これは分かりやすいんじゃない、これ。楽器いろいろあるからな。うん。ほんまに。これは、むずいな。いや、はい、これでも、エセは苦労するんじゃない。うん。まあ結構幅広いもんね、楽器作ら、うん。そうそう。確かに、エセは苦労する。あ、ちょっと変なった。あ、なんだこれ。うまく書かれ、うまく書かれへん。ごめん。うんとね、どうしようかな。これどうしよう。え、エセの人にバレたら困るからな。そうなんだよ。ちょっと2周目にかけるわ。うん。うん。本当に。さっき言っとくよ。俺最初から透かしていくから。それ透かす。透かしてんの？はい。何これ。氷炭書いたぞこの人。何これ。思いっきりな。これは課長買ったレスポール？え、これどうしたらいいんこれ。お前レスポールになってる。え、もう逆にこれこっから、え、どうすんのこんなん。あ、間違えた。いや、もうこれ、いや、切れた。え、一筆だよね。一筆しか書けないんだよね。今そうか、これか、さっき言ってたやつ。あー、だ、むずこれコントローラーで書くのむず。あー、でも、で、うんうん、あれば俺も、ああ何これ、ね、しよしよしよし。僕フルニックとはね通じ合ってると思っていいかもしれない。分かる分かる分かる。ああ、これ分かるか。ってなると、うん、そうだな。あ、待って、向きかな。まあ、いっか。うん、ちょっと行かせてもらうわ。はい。これどうしよう。じゃあもう、うん、そうするしかないんじゃない。こうするしかない。みんなエセみたいになってるけど。いや、これ絞れるか怪しいな、ちょっと。あ、時間切れた。これちょっと、いや、これむずい。いや、これむずいんよ。これでもさ、他もまあなんだろう、なんかもうできひんからさ、これ以上。ね、あーでも、あーでもそう、あー、まあまあまあ、そっか、あー、あー、手なるとカレーにしようかな。いや、これはね、これむずこれはなー、この人でしょ。ああ、うん、いや、これ連続あるんじゃないこれ、これむず、いや、そうなるよな、なるよ。そうなるよな。お前だね、責任ですか。いや、多分そうですか。そうなるよな。初手ミスったんよ。あ、マジか。いや、富士も怪しかった、正直。謎の、マジか。めっちゃ怖かったよ。富士のね、初手、富士の初手がね、やばい。いや、でも、そうだね。そう、謎の一本線見逃してたな。そう、初手あれやからな。分かってた。これが、いや、全く分からん。何これ。一瞬、おかり、あ、そう、オカリナかなと思ったんだよ。なるほどね。あの課長の描いた形が若干、若干。なるほどね。あの、その形に対して、穴が増えてったから、うん、あ、これ吹くもんだな。あと最後フルコン、んじゃミカル君が最後口つけてんなって感じ。はいはいはい。うん、オカリナでいいんじゃないでしょうか。もうすげえ。え、本当？正解。おお。え、何？負けてなくても当てる。本物よ。富士は。本物よ。俺最初勝利だよ。そうそう。いや、ミスさ、いや、でもジーフさん、俺が一番最初に変えたのはオカリナの形じゃないからね、あれ。あれはフルニキの。あの線を利用して、俺はトトロを描いたからね、あれ。でだ。トトロの歌の中にオカリナ吹いてるっていう。わかりにくい。わかりにくいな。ピオの番組オカリナ吹いてる。ピアノはわかりにくいことする。2番のサビやん。ねえ。
戦になっててもおかしくなかったな。うん、いや怖かった。トトロからのオカリナはむずいな。ごめん、これ顔どこで変えるって言ってた。間違えた。あ、最初やと思う。これより前やで、確か。一回ちょっとミカル出て変えたら、トップ画面で変えれんのよ。うん。え、これにでも変えるじゃん。ちょっとなんか色とかね、どっちでもいいけど、クニキでも黄色やから一応に秋色にはしたのよ。ただ人間しか見当たらんかったからさ、なんかこんなに選べたんだ。なんか下スライド行ったらいっぱいあると思うんだよな。うん、なるほど。いや、オカリナあれ俺どうしようかと思って手描こうと思ってミスったんよね。ああ、手なんや。そう手、あのくびれてたからもう手で持ってる感じにしようかなって思って、うん、上弾いてちょっと枠飛び出てしまったっていう。最後のあれ修正で口つけてるように思ったけどね。あ、そうそうそう、最後俺口つけるようにしようと思ったけど、うん、ゆっくり書いてた時間なくなって、ほんならミカルも口かけよったから、うん、うわ、あ、ミカルのあれ口やったんや、うん、あれ音色かなと思った。あそこから出るんだよみたいな、ね、ちょっと吹いてる感じにした感じ。いや、そうそう、ほんな俺嘘やんってなってもらうから俺めっちゃ口開けてるやつにしようと思ってるけど、うん、そうね、やること先やられちゃうと困る。そうそうそう、難しいな。いや、でもこれがおもろいと思うんですけどね。はい、うん、合流しました。もう変えへんかった方がいいレベルのやつや、ね、わざわざ変えてそれか。それかよ。いや、ピンク色なかったんだもん。あ、ピンクなかったんや。いや、だからキャラごとピンクのやつ選べばよかったか。まあまあでも。じゃあ、みんなの大好きな、これで。これだ。みんなの大好きな、これ。何でもいいよ。あ、何でもいいけどね。はい。うん、おい、みんな大好きな、みんな大好きなやつになったね。みんな大好きな、いいじゃないですか。ね、はい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 。ああ、でも言い過ぎない方がいいんだな。なるほどね。これはね、これはなかなかですよ。いいですよ。うん、ちょうどいいかな。これってどうなん、ああ、どうしようかな。ちょうどいい。ちょうどいい。うん、ちょうどいい、これは。さて、初手私。はい。どうしようかな。これはね。うん、こいつにおいてはこれは大事な気がするんだけどな。言っていい？はい、ああ、これだいぶ決まってくるからね。地面は誰でも描けるよ、ね、思うじゃん、と思うじゃん。いやー、これ初手エッセ大変だからね。そうね、うん、よし、ああ、なるほど。ああ、これどうしよう。これはいいでしょう。おいいね。あ？え？え？え？おお。こうしようかな。マスクどうした？マスクどうした？いや、俺は間違っていない。俺は間違っていない。すべての虫に通ずるやつよ、これ。おお、うん。ちょっと、いや。俺今信頼感ないよね、そんなに。まだ分からんね、地面だけやからな。リスクは行った方がいい、行った方がいい。行った方がいいよね、うん。ってなると、ちょっとね、難しいんだけど。あ、出ちゃった。あの、あ、何？まあまあ、わざとらしい、わざとらしい。違う。間違っちゃったパターンのやつか。俺はもう信用取れてると見て。はあ、まあ大体もう僕はね、楽しく生きていく。何それ、何それ、これはやってんな。これも外出ちゃった。確かにこれ外に触れたら終わるんだね。いや、これどうしよう、これ表現めちゃむずいわ。いや、これね、結構最初の藤君の一本線でプラン変わったと思うんだけどな。あ、なんだこれ、何を表現してるの。いや、むずいんよ、これ。もう、今更だって足みたいなの足してもしゃあないからな。いや、でも確かに狙いがあるのかもしれない。この意図がわからんな。マジか、伝わらんか。いや、でもこれ、ピラノさん、これ、結構ピラノさんもそろそろ具体的なのいかんと。いや、俺、信用取れてると思ってるけどな。いや、でも、どうだろう。なんか、それ、丸、そこはね、誰でも書けるよ。そうそうそう。いや、取れてないって。俺攻めたって。じゃあ俺結構頑張ったと思うけどな。いや、お前だ。なあ、ここや。糸が一番分からへん人がおるもん。俺だ。こっちや。俺こっちだ。誰だ？どっちだ？あ、マジかよ。決戦？決戦？決戦ないんだよね、もう。
これないんだよ。ないんだ。あ、そうなの。これで、エセが。エセは投票も負けなんだ。そう。そうなんだよね。あ、そうなんや。へえ。まあまあ、当てればまだ逆転だもんね。そうかそうか。いや、もう勝って、勝ってことは勝ったんすけど、ちなみに何って感じよな。そう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 。どころなバッタの、いや、足を見るとバッタのような気はすんねんけど。虫って大体そうやもんな。虫ってそうなのよ、あの足なのね。で、あれ草って。ゆげこが何を描こうとしたんや。ゆげこあれ何？これでね、ね、信用取りに行って体をああ描いたのが逆に怪しかったんや。あれ、いや、あれ、違う。アメンボやったら地面いらんし、地面がいる、地面がいる虫、天頭虫、え、地面なのか、カタツムリ。いや、むず。え、時間ないよ、時間ないよ。むず。やないよ。バッタ、バッタ、バッタにする。違います。違います。ダメめ。なんでやねん、地面なんやねん、地面なんやねん。いや、俺は水面でしょ。2周目で水面シャットのあれをうまく。だから俺は表面張力で浮いてるに書きたかったのよ、ここ。そうそうそう。わかるわかる。あ、そういうことなんだ。うん、そうそうそう。僕はもう波紋書きたかった、下。ああ、なるほど。なあ、もう、あれやな。ピラノはその体を太く書きすぎたから。逆に怪しくなったんやけど、アメンボの割に体でかかったんだよ。アメンボなのになんか太りすぎやなっていう。はいはい。太り、太アメンボやった。太アメンボ。太アメンボ書いてたからな。地面にもうちょっとスレスレの体やったらいけてたんかな。かな。まあなんか線で書くとか、なんかね、細いイメージだね。イメージとしてはね。ああ。うん。もう一回だけやって変えますか？違うゲーム。もう一回やってそうしようか。うん。いや、難かった。テーマ投票。じゃあ最後はね。いいじゃん、架空の生物。架空の生物はやばい。いいじゃない。ユニコーンとかやろ、たぶん。あ、例えばね。ファンタジーか。おぉ。選んだ人が多いな。パパとかね。やっぱり。みんな選びたいかな。なるほど。なるほどね。なるほど。これ架空の生物かよ。なるほどね。もうピラノしかいてないから、ピラノ課長は架空になったからな、今。そうそうそう。なるほど。ミカル君からか。これはちょっとこっちから、こっちから、ここら辺から。あ、いいね。いや、わからんよ。これは、これは、これは何でもあるよ、これは。一筆書きあんだもんな、それ大変だよね。いや、そうそう、一筆がね。ミカル君がこれ、どう調理したいかわかんないです。そうだね。いや、これ、感じてほしい。このね、どのパーツかってことで。構成を感じてほしい。ああ、わかるわかるわかる。いったね。ええ。行っちゃったな、俺ちょっと。行っちゃったね。行きすぎてるとこあるから。行けてる？これだから、僕のプランはもう崩れだった。ごめん。俺にはそう見えた。なるほど。行けてるかな。フルコンさんよ。まあまあ、一周目はね。どうよ。信頼させてほしいな。俺、信頼を取りに行くわ、じゃあ。ここまでにしようかな。何これ、わからん。それ何？え、嘘。いや、わかんない。2周目でバックけるのかもしれないけど、ちょっと待って、これどうしよう。ど何がどうなん。これ確かに、これでしょ。こみんなお気に入ってんの。いやこれ何をどう置くかなよ、マジで。もう崩壊してるって。あ、だけど、あ、ミカルくん、そういうこと？うん。あ、そういうことか。これ、むず？あ、だから、無理やり僕の方に戻したみたいになっちゃってるのか、これ、藤君的には。どうしようね。俺も。あ、これはだから、藤君はこっちついてきてくれたと思っていいのかな。うん、かな。あれ？あれ、フルコンさん、何した、フルコンさん今。なんか、黄色でもう一回下の線出した。もう一回線書いたよ。なんか無言で吸ってやったけど。吸ってやったよ。いやー、これねー。あ、でも、あ、でも、あ、なるほどな。あ、まあでも、そうか。まあもう、ちょっと、いらんこせんとかな。
まあバレこれ以上か書いてバレるよりは。おお、どうやろう。これどっちや。あ、そっか、フッコさんそれなのか。いや、そうなんだよ ね。俺フルニキの意図がちょっとわかるのよな。いや、俺もフルニキの意図わかったのよ。うん。だこうじゃない？だこうでしょ。だから。え、てなると。え、こうじゃなかったら。いや、こうじゃなかったら。こういうこと？じゃあ。こうじゃなかったらもう意味わからんねんけど。うん、いや、ブラフや、絶対ブラフそれ。あ、俺はここやと思うな。いやー、ちょっと待ってよ。そうだよ。いや、そうなんのか、ちょっと攻めすぎてるな。なるほどね。うん。やってるわ。てんてんえぇー、見方やあ、まあ確かに、うん、そうか、そうか、そうだな、1個目適当やったもんな、これなんだよ、口がうまかったけどね、いや、そう、もうね、なんか富士じゃないんや、いや、富士は一番信用してたよ、俺、そう、嘘、筆目が何か全然分からへんねんけど、嘘、あれ、体でしょ、っていうか背中というか、背中やね、まあ、ミカル君どうですか、これ、見てみましょう。うん、ね、最初ね、僕ドラキュラかなんかかと思ったんだけど、あ、確かに、なるほどね、でもあのプランだときっとこの中だったらドラゴンでしょ。おお、そうかな、そうかな、そうだね、これこれそんなに待ってくれないぞ正解が。いや、これバレちゃダメだよね、やっぱりね。いや、そう、これもうさ、いや、そう、俺めっちゃイカれるな、攻めすぎないな、フルコンさん、それファイヤーか、そう、そういうことで火を吐いてるってことやったんや。だからフルニキ多分ファイヤーやったから、それと逆の方に体のうねりをつけようと思って一筆目やってんな。ああ、はいはいはい、そうそうそう、あ、そういうことだったんだ。で、富士のこの二筆目何これ。普通にか、あの背中のラインだよ。あ、やっぱそうなんや、うん、で、課長それつ、あれでしょ、翼でしょ。そう、翼やね。俺はあの体のなんかあの蛇腹みたいなとこ描こうと思ってニョニョニョって。いや、わかったわかった、あの鱗を表現してるような気はしてんけど、うん、なるほどな、むずいな、うん、そうか、ちょっとそう、ミカル君しゃべりが前からさ全然ノーマークだったけど、改めて見たらなんだこいつ、つまっちゃって。いや、確かにミカルで、ね、一筆目怪しいけど二筆目がね、二筆目がなんかちゃんと顎描いたなっていう感じがあったよな、うん、でも顎ぐらい見せるか、確かに、あれが牙だとすれば、あれドラキュラだと思って口書いたからね。あ、もうめっちゃ思い返したら腹立つわ、僕のプランは崩れ去ったなとかって言ってた。確かにね、これらしいこと言ってごまかしてたからね。鬱陶しいな、鬱陶しいやつやな。じゃあやってみますか。これスタートアップはね、できひんから、4人までしかできひんから、うん、4人プレイか。海底探検が昔本当に1年目の若くそでしたよね、はい、めちゃくちゃ昔やったね、うん、めっちゃ懐かしいな、やったな、これ、あの頃見てた人たちいるか今。なあ、残ってるか、1年目だと何年前だよ、確かに5、6年前ぐらい、5、6年前、そう、ああ、じゃあ6年久しぶりにやってみますか、うん、やってみますか、海底探検、もう忘れたぞ、うん、どんなやったか、そうね、まあ見てみましょう、見てみましょう、あ、ルール説明してくれるかな、あ、誰かが説明してくれる、やったことある人が、これは、ね、これは協力じゃなくて、それぞれ個人プレイのゲームなんだよな、確か。個人プレイですね。どこまで欲張るかみたいな。あ、そうそうそう。あ、これも始まっちゃうか。遊び方わかるよ、これ。あ、でも残り時間があるけど、あれか、選ばんとあかんか、はいはい、時間、あ、減っていくな。これからか。で、その空気っていうのが全員共有なんだっけ、確か。あれ、そうなんや。あ、そう、空気全員共有やった気がする。うん、で潜るとでダイスを振る、うんうん、で、あの海底深くにあるそのお宝、うんうん、を取った方がなんかポイント高いんじゃなかったかな、確か。そうそう、あ、で、あの奥のやつがレアなのか、そうそう、でお宝をどれだけ持って帰ってこれるかっていう感じやねんけど、うん、1個拾うと、うん、サイコロの数値が1個減るのよ、確か、だよね、時間制限が来ちゃう、オッケー、何もしない、まだな、奥の方で拾うと、うん、素敵なんやな、うんうん、そう、奥の方で拾うとハイスコアやけど、帰れないかもしれない、帰ってこれなくなると、これ あれだっけ、そうそう、拾った分のマスは減ってくんだっけ、あ、減ってくで、5やけど同じとこになったら飛ばすんや、確か違うのが入るんちゃうかな、あの裏返すだけじゃなかったかな、裏返すのか、じゃあ、おったかな、うわー、ちっちゃ、いや、これは何もしない、うん、で人がいるとこは飛ばすんやったっけ、飛ばせた、フジとピラノが両方5出してたけど、あ、だこれピラノの前行くんかな、あ、そうやな、だからそう、そもそも1としてカウントしないんか、
はいはい。これ違うの入んのよ。なるほどね。拾ったら何ダイス。あ、ターンか。25は。いや、拾った分、ダイスから引くらしいで、次。ゆげぽは。あ、そうそうそう。だから次、3出たら2しか進めないのね。あ、はいはい、重くなるってことか。そう。で、ね、引き返すか引き返せへんかを決めれて。うん、うん。さらに潜る。これ空気って何やったかな。どうやったら減るかってこと。まだ何もしなくていいかな。うんうんうん。あれ全然空気減らないじゃん。確かに。空気あれどうやって減るの。持って帰っ、なんか忘れたな。空気のギミック忘れたな。うん、とりあえずあんま攻めすぎて帰ってこれんくなんのよ。なんか誰かが引き返し始めたらみたいな感じかな。うん、戻れるかな。三ターン勝負でしょ。さすがに潜りますよ。うん。さすがに。昔の放送を見ててくれてた人いるな。ありがとうね。ありがとうな。そろそろエヴァンに自分の持っている遺跡チップの枚数だけ潜水艦から空気が減る。ああ。おじさん、なんて言います。ん？いや、愛してるぜ、と。愛してるぜって言うか？恥ずかしげなく言うのすげえな。視聴者のみんなに。素晴らしい。ああ愛してるぜって。ああ愛してるんや。愛してるから。空気のみんなも愛してるぜ。ああ安売りすぎじゃない？ん？そんな、そんな安かったっけ、フルコンさんの話。安いよな。そんな安いんだ。マジか。そうか。全然、なのに全然俺に言ってくんねえじゃん。ん？お尻も見せないし、いやいや愛してもないよ。いや、愛してはいるよ。愛してる。いや、簡単には言わないのよ、本当に愛してる人。なるほどね。今、お尻見せてくんねえし。今だって、ほら、こんな何年も見てくれてる人に対して愛してる言ってもいい。うんいいね、うん、そうね、ちょうどいいね。え、みんなも拾ってんの結構。ゆげぽ拾ってんの。ていうかあれだね、拾った分空気減るんだね。うん。あ、じゃあなんかね、拾うか。そうだから、三来た。ちょっとあんま拾わないと損。もうきついんじゃない F さん。ね。え、うそ。お尻さん。大丈夫やったかな。お尻さん。いや、お尻さんは俺やな。結局空気が。俺はお尻みたいさんだから。そうやった。前半に誰も拾わなかったら空気だいぶ余るから帰りで拾うみたいなのかな。拾わないの。ああ。うん。これね、いやちょっと迷ってた。ああ、そうなんや。行き過ぎてたらあれなんよなと思って。うん。いやでもだいぶ奥まで来たな。拾ったな。で、なんか空いてるところ空気減った。行ったんか。いや潜りますだ空いてるところにそのとすでに取ったところに止まったら、うん、自分の持ってるやつを置いたりできるの確か。ああ。そうそう、荷物を軽くしながら帰れるみたいな。ああ、そう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 ね、一応拾うか、うん、そこあんま美味しくないじゃないの、うん、拾いすぎじゃないミカルン、え、なんか2個減ったぞ。どういう条件で空気が減ってるの。荷物持ってる人の順番が来たら2個持ってるから2個減ったんや。あ、持ってる分減るんや。なるほど、うん、引き返そうもん。え、これ早くね。早っ。早っ。なんかね、これあんまり、ほら、2から2引かれたら俺も動かれへん。ほんとだ。へぇ、いや、急に怖い。そういうことか。帰ろうとしても帰れず。帰れない。もう、俺の2個が。だから、デカダイス待つまで。だほんま、奥の1個取って、そういうことか。帰ってくる方がいいかもね。うん、かもね。マジか。俺は一番奥に行く。おぉ、いいね。おめえら、日和すぎだぞ。これね、むずいんよね。俺もついていくぜ。いや、行くね。お、行った。地獄で会おうぜ。富士、動けんくならへん。完全に。3持ってて3以上拾ったら。あ、そうね。全く動けなくならへん。アイスは3までしかない。あ、違う。3じゃない。これはね、1、1、1枚ってこと。あ、なるほどね。まあ、じゃあ、ここは一旦何もしない。3と4でも全部、あの、枚数自体は1枚換算されんねんけど、4の方が点数高い。あ、重いわけじゃないとか。そう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 。だから奥の方の1枚、そうそう、うん、奥の方の1枚持って、うん、すごいレアなんですよ。そう、ポイントそうなんですよ。結構動きづらいな。あれ、これ本当に捨てれるのか。これはね、もう帰れる人も帰りな、もう、うん、もうとフルコさんで、え、どうしよう、これターニングポイントだ。ね、いや、もうあとザコ拾ってなんか、うん、行こうかな。でもザコ拾ったら結構やばいよ、うん、マックス3しか動かないからね。いやー、でも湯気っぽ帰ってきてるしな。もう僕も帰ろうかな、じゃあ。いや、でも身柄帰った方がいいと思う、絶対。あ、そっか、ラウンド3もあるんだ、これ。いや、そうそう、うん、あ、そっかそっか。え、ラウンドがあんのこれ。ラウンド3ラウンドまである。帰ってくる。うわ、落とせて。はあ。ここで落としてもしょうがないよな。まあまあまあ、ここはね、男気が見れるよね。男気がね、度胸、度胸。やば、やば。チキンですから、これ。
勝手にゲームのルール変えないでください。うん、ああ最悪。うわ、あいつ何してんの？何してんの？最悪や。中腹で動けなくなってる。最悪や。落とした。落とそう。あもうあまりに動けないから。動けないから重すぎて欲張って。おフルニキ行くんや。フルニキ行くの？当たり前でしょ。よし。意外といけんのかもな。うわすげえ。しゃあ。おお。でもこれでみんな増えてくるから持ってくるのがどんどん減るのよ。うんうんうん、あやばいかな、俺死ぬかな。行く生きよるこいつ。当たり前でしょ。いやでもまあ拾うか拾わないか。いや俺もうダメだ、ここで帰ろうかな。じゃあこのターン何だったんだ。無駄なターン、うん、拾って帰ろう。うわマジか、動けないぞ。拾った。あ、じゃあ次のターンの見方関係変わんなかったか、うん、これみんな、これね、ほんま欲張ったみんな変えられへんあんのよ。そうだな、なんかどれぐらいの人数が欲張るかによって。でかいの出た、でかいの出た。うわ、これ強っ、うん、あ、チキン野郎変えたぞ。おこ、おこ、おこ。チキン野郎が。ここ置いて。お前ら俺の空気を吸うな、こら。うわ、11やで、だってもう。いや、もうフルニキやばいよ、これ。ミカル早くゴールしろ。でもこれ、ミカルがね、これ4出たらもう、あ、6出たら強いからね。え、これ、うん、誰かがゴールしたら終わりなの？いや、じゃあ空気がなくなったら、うん、そうね。だから全員帰る。うわ、強っ。うん。いや、これでも3歩しか動けないってきついな。いや、拾えないわ、もう。だって このサイコロさ、その3までの出目だから、マックス6なんだよね。そうそうそう。うん。多分6、6! やばいな。6! お、やつ、動いた。1! いや、久しぶりに動いた。何もしない。拾うでしょう。拾わないですよ、もう。なんで？拾ったら終わりだよ。ちょっと、あれよ、富士もう、富士ちょっともう、大飯ぐらいやで、君。そろそろ戻りますか。うわ、マジかよ、はい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 、はいはいはい。あ、置いてかないで。はい、拾いますね。拾うの？え、これ、だってさ、俺に来るまでにあと6変ねんで。全員沈めろ。これ拾うことでみんなを道連れにするタイプ。あ、そうや、これ、うん、全員窒息してラウンド終わったら持ってた分が、うん、ね、全員沈めだからね、これフルニキ死んだらフルニキが2個持ってるやつの2つマスがねどっかできんのよ確か。うん、ほうほうほう、手間多くやったかな。あの財産として残るみたいな。そうそう、あのフィールドに残るのよね、うん、詰めていくのよ。いいぞいいぞ、拾うぜみんな、みんな拾おうぜ。そう、次ね、こうへんよな。みんな拾おうぜ。ニコルディに減る、湯気ポで1減る。そうそう、来ないのよ。来ないよな。じゃあ、誰も帰れないじゃん、これ。だからね、これね、拾ってね、あの、次のターンにね、布石置いとくのもありなんでね。あ、もうなるほどね。あ、そうか。そうやって、来世に期待するのありなのよ。ああ、確かに。これ、うん、なんか、だから、ニカルも絶対変えられへんから。そうだな、これ、一旦目に命かける必要なかったの、ね。あ、目の前、結構出したな。残念でした。なんで出てんだ。拾っちゃう。だこれ拾ったら、ミカルの、だから、22と1のまとめができちゃうのよね。うん、あのマスがすごいの、あのポイント高くなるってことだよね。そうそうそう。そういうことだ、そういうことだ。あ、面白いゲームだな、やっぱり。これね、めっちゃおもろいよね。これそうか、こうやってゲームバランスが作って、行かれるんだ。うん、なるほど。じゃあ拾っといていいのか、今は。あ、終わる、終わる。終わった。終わる。終わった。あ、終わる。終わった。あ、あと1か。とりあえず、ラストターン。よし。あれ、フルニキの残した財宝は熱いな。これめっちゃ熱い。その財宝。うわぁ熱いやったかな。熱い。あ、16の財宝来た。よし、全身だ。あ、ラストターン。ある。あれ、いけんの俺。あ、あるんや。ラストターン。あ、最後いけんの。あ、いけんの。俺の財宝は熱いぜと思ったけど、俺のところ、うん、あダメだ。あ、なんもねえな。落としてく？じゃあ何もしないと。まあ落としても一緒じゃないこれ。これ落とさん方がいいね。うん。でこれで全員溺れ死ぬでしょ？うんうんうん。お、はいはい、あれこれって換算になるのか？違うよな。ちょっと思うよ。さすがに。いや帰ってきてないもん。あ死んだ。あ死んだ。死んだ。死んだ。死んでる。全滅。え、なんてこのセンスのないやつらだったんだ。わあすげえ。あ、そうなんのか。そんな奥になんの。こうなるのよ。そんな奥になんの。あ、だからこれちょっとずつ近くもなるんだ。そうそうそう。だね、そうだね。
なるほど。面白え、でもこれ3個持ったら3個持ち帰りになるから結局重いからね。あ、3個持ち帰りなんのあれ、なっちゃうなっちゃう。あれ1じゃない3。そうなんだ。いや3ラウンド目にかけるかな。だからここでそうだよね。出の出た。うわ、いいな。誰も俺を踏ませねえぞ。どうしようかな。何も、まあいいか。うん。うん。いや、どうしよう。3ラウンド目にかけるかな。あ、1枚換算らしい。1枚あれで、あ、そうか、3じゃなかった。1枚換算や。やっぱ、古にきの財宝、熱いな。そうなんだ。ほんまや。ありがとう、みんな。いや、お前そう、1枚でした。すみません。ゴールディ・ロジャーの財宝はゴールディ・ロジャーが取るんや。ええー、早いさ、空気使うなって、ミカル。空気、みんなの空気が減っていくんやで。帰りに取ってけ。まあ、みんなの空気ってことは僕の空気でもありますから。そうや。だから勝手に。だから拾うんや。拾った方がええねん。ミカルとは絶対シェアハウスせえへんわ。拾うんや。絶対、いや、この二人と絶対住みたくない。絶対そう、もう、拾うねん。この二人と絶対住みたくない。拾った方がええねん。よっしゃ。拾えんねんから。まあ、めっちゃ行く。誰が拾うか。あ、拾わへん。おー、ない。俺はもう一つしか見てへん。よし、ああ俺の足場どもが嫌がる。一気に行こう。おーし、行ける。あ、いいね。うわ、行っとった。ここ美味しくないな。あ、でもそれ俺が置いた位置や。うんうんうん。空気は大事。空気は大事だよ。何より空気をやっぱ読むことが大事ですからね。そう、空気読みですよ、このゲームは。読むのも吸うのも大事。うわ、こんなん3本違うけど。ね、いやー、古にきの財宝目指すべきかな。もうなんか酸素潜り切っても酸素減ってる状態ってなんかめっちゃ嫌や。帰りたくなってくるわ。どうしようかな。いや、これがこのゲームのおもろいところだよね。どうぞお帰りください。どうぞお帰りください。めっちゃ腹立つ。もうミカルさん、ミカルさん引き返してください。どうぞ。あ、そうですね。いや、まあ、責任取って次引き返そうかな。じゃあ拾って引き返そうか。うわ、来た。おめえ、あいつラジオル。どんどん難易度だけ上げていくやん、あいつ。しょっぱいマンおる。みんなもう、みんなね、攻めすぎてるからね。俺は引き返すよ、もう。え、うん、え？その俺だよ。俺はもう全滅前提でいくよ。うん、いや、マジ？ユーパー最悪。ああ、何も拾わない。最悪。落としてる。確かにこれは確かに。最悪。もう潜るに決まってるじゃないですか。そうだよ。いけ、あに？ああ。下げ上がって。いや、拾わんよ、この。でも、もう拾わない。四しか見えてない。四しか見えてない、俺。お宝しか見えねえぜ。こいつらは、結構潜れるな、それ。もう、ミカルちょっと全員深くいったから、どんどん拾え、ミカル。ここでも何もしない。いやー、これなー、どうしようかな、うん。え、しない。しない。俺には宝しか見えない。いや、このラウンドで拾っても生きて帰れなくないか。ああ、いや、そうしたらお前やからな。あ、社長も。これはね、これ拾うよ。4、おお、まあね、まあね。いや、すごい。これはでかい。いや、これは。ちゃんと残念だな。空気使いまん。もう帰って、ミカルは。まあ、次回皆さん頑張ってください。あ、帰れ帰れ。なんか性格嫌なやつに見えてきた。あ、でも帰れ帰れ。嫌なやつに見えてきた。よしよし。まあね、ゲームの中ではいくらでも悪人になれるのじゃ。止まってんのか。拾った。うわ。うわ、拾った。やりよる。使うなよ。いや、これちょっと俺もね、1、2、3、3、3、3まで。頼む。うん。3まで。よっしゃ、最悪や。出た。よっしゃ、最悪や。よしよし、帰った。いや、最悪や。それ、それでいい。はい。帰っとけ。ロックお願いします。いけ！いやー。にゃー。4か。まあ、最悪の期間や。ミカルめっちゃ美味しいやん。これで帰れないもあんのかな。いや、帰る帰る。確率。行くぞ。でもミカル次6出したらゴールやからね。行くね。おい、俺の財宝。くそ、俺の財宝。行こう。やったー。ゴールエフロジャーの財宝が。これでかいぞ。俺はもうちょっと、うん、現実見てるから。これは賢い。これピラオさん賢い、ね。目の前にして帰るのが一番高くない？ピラオさん賢い、これ。いや、で、これ、俺拾うか、これ。どうするか。拾え。富士を返さないんだ。富士を返さない。富士君はどうも無理じゃん。拾った。ゴールエフロジャーを
そうだね。うん。独り占めさせない。よし、ミカル。ミカルも帰って早く。ミカルもう。ミカル、いや、いや、もうミカルもう。とどまれ、とどまれ、とどまれ。おいしょ。よし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 。よしよしよし。いいぞ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 。よし。帰れない。酸素泥棒じゃねえか、ただの。ああ。これいらない。あ、落とした。落とすなって。落とした。道が増えた。ミカル、落とすなって。よし。あ、みんな引き返してくれ。俺引き返すんや。引き返してくれ。荷物ゼロで引き返す。何すぎたの？そうそうそう。よ。酸素吸うぞ。何しに行くの、フルコンさんは。あ、でもこれ、富士美味しいな。やべえ。美味しいんだけど。あれ、まだ行く、うん、まだ行く、行かない。行かない、行かない、行かない。さすがに。帰る。に、にでろ、に。みんな帰るとすげえ不安になる。にでろ。うわー、でかっ !1、2、3、4、5、いや、これはでかい。うん。何もし、あ、何もしない、何もしない、何もしない。結構余裕あると思うけどな。あ、広めしないけどな。確かに余裕ある。ミカル落とすなよ。あれ、え、ユゲポの番でも酸素減っ、あ、違う、俺の番来たから酸素減った。俺の番は減って、減ってないのよ。俺はもう、飛ばされてんだよね。どうしようかな、これ。広い広い。広い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 。全部落とせ。広い広い。落として帰れ。いや、でもやっぱゴールエフロジャーをやっぱりそうだね。うわ、拾った。返してはいけない。あいつを返してはいけない。広い広い。この3はでかいよ。うわ、これ帰れない。終わった。これミカルが4以上出たら5。じゃあ4やかな。5や。ミカルさん。これで帰れなかったらもう今年おしまい。出た、もう帰るなよ。わかった。帰るなよ。初めての報酬、報酬してんだ。あと中か。あ、これでワンチャン。いや、空気もちょっとついたい。空気もよし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 。消費が減るからいけんのか。よし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 。そう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 。少し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 。走ろ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 。富士がここで大きい目を出たら変わるぞ。デメしない、デメしない。2、2、2! やった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 。広い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 。これ足りるか？これ富士は死んだな。いやごめんね、俺最後最後美味しい酸素いっぱい。あっさ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 。これは落とさないと帰れないんじゃないか。うん、フルニキで2減る13で1減るワンチャンあんのかこれ俺、うん、あ落とせばワンチャンあるかと。いや、うん、怪しいな。落とせ落とせ落とせ。いや ないワンチャンない。だって6でしょ。ないよねないよね、うん、ないないない。い1個1個一回に1個しか落とせないでしょ、うん、落とせない、うんうん、ないない多分きつい。わあと4か。よし、うん、そうね。あでかい。これはでも、ぴょん。わ、これギリギリの。どうすっかな、これ。ああ、どっちにしろ無理やもんな。もう死ぬよ。うん、そうやね。じゃあもう何もしないわ。はい。はいはいはい。ま、3ラウンド目かな。うん、せやな。もう諦めに入った。もう無理だぜ。笑っちゃうぜ。あ、広い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 。これで詰まった。これラウンド3、ラウンド3やばいな。ゴールドエフロジャーのめっちゃやばいよ。ゴールドエフロジャーの秘宝きたね。これだからピラノさんがこれ4引いたらやばいで。うん、おお、あ、拾える。はよし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 。いや、ゴールゴールピーロジャーの財宝。ゴールピーロジャー。D から下にちょっと伸びた。財宝増えたな。P の名を継ぐもの。P の名を継ぐものが。うん。うわ、これはでかい。財宝作ってきたよ。死ぬけど。うわ、ゴールFロジャーとゴールPロジャー。よっしゃ。ポイントそう。そう、これね、ランダムなんですよ。あのね、裏になんかざっくり書いてて、うわ、詰まった！わ、だいぶ痛い！詰まったなぁ！短い！詰まったなぁ！これはいいぞ！これは詰まったぞ！よし、いきますか。みんな行きなはれ。これは詰まった。よし、うわ、いいなぁ！でっかい！オッケーオッケー！ヒロヒロ。これはいいね。ヒロはね、まだヒロはね。これめっちゃいいやん。うわ、どうしよっかな、どうしよっかな。宝は全部俺のもんだ。触るな、誰も。
帰れないやつの感じ。一は拾いたくねえ。一だから拾わ。一は拾わない。一は拾わない。うん。いらない。これやばいな。よし。いや、今回はちゃんと男気プレイしよう。うん。もう、うわ、ちっちゃい。ちっちゃい。ちっちゃいね、みかん。もう拾うなよ。拾わない、さすがに。ここ拾う。これは、俺はだいぶついてる。これでかいの来てくれ。頼む。4以上。4以上。4以上。オッケー。いいなー。だいぶ強い。か。うわ、強。よし。拾うなよ。まだ拾うなよ。よし。拾う。拾うの。僕は拾います。拾うんかい。拾うんかい。僕は拾います。6! あ、でもいいよね。まあまあ、なるね。拾うんですね。おい早い早い。やりよる。うわやってる。フルニキやってるわ。反則いだ、あいつら。俺からバイキング行くのにもうお菓子食ってるみたいじゃん。何してんだよ。いい、広げた方がいいから。いっぱい食べて。あ、そうそう、いいよ。来てる。あ、でもこれちっちゃい。これちっちゃい。これちっちゃいの？え、関係ないでしょ？これ、いや、これ122やからちっちゃいだな。報酬として大きい数字が見込めないってことね。だベストは2個後なのよ。いやもうね、そんなこと言ってらんねえもう。いや確かにこれは1個扱いやし。そうそうそう。扱いやし。絶対得だもん。いやでもこれは取ってこれ持って帰って優勝ですよ。頼む頼む頼む。1、2、3、4、5か。ゴー！出た！おお出た！おお出た！え、これでかっ！おる！これも持って帰ったら優勝やで。そうだな、これ。ええ、マジ？まだ早くない？やば。まだ目の前にあるんだって宝が。なんかちょっと。いや、ここで来たらねえな。よだれが止まらねえよ。こんなとこで。ピラノさん来たな。1、2、3、4、5、あ、5以上か。5以上。で、いや、まだ拾えねえ。これじゃ拾えねえ。ここでは拾えねえ。確かに。拾ってるやん。ああ間違えた間違えた。何してんだよ。何やねん。拾えねえじゃないやんけ。うわこれ微妙。しまった。どうしよう。これめっちゃきつい。難しいな。え1、2、2以上出れば財宝の財宝ポイントに行けるけど。財宝ポイントだけど多分これ帰られへんから俺引き返すよもう。帰れないかな。何言うてで。あれやで。いやかかてよ本当に。俺も見てみろ。これこれこれ俺は目指してたのこれです。よし4をね。ああしかもそうやそうかそこで酸素がどんどんまた消費されるからこのプランに乗らないと死ぬかもしれない。マジで？いやでも目の前にあるんだよ。いやもうね多分行くしかないレベルかもしれない。俺いかんと語れへんからな絶対。この時進めてないからね。あでもいいとこ行った。いやいいないいな。それで持っててもいいんじゃない？これめっちゃいいぞ。フルビキもいいぞ。うん。まあ待って待って。あこれ駆け引きがすごいな。二三四五六七。いやこれ藤君は行きたいよな。俺も一回潜るよ。お。いや潜った方がいいと思う。多分ね藤君。ああ出た。わあくそでも悔しい。これじゃないんだけどな。あそうかそうかそうやな。いやもうこれでいい。うん。しょうがねえ。くっそ。もうこれ屈辱。出遅れたからいけねえな。1、2、2、1、2、2やったら4よりは多い可能性はあるね。4って結構でかいよね。まあ、ピラーノ。みんな帰、みんな帰ったら酸素独り占めできることを考え、鑑みても、鑑みても引き返す。そして2、2、2。これ2出たやばいな。2。3やだから。ああ、行き過ぎ！めっちゃ行く。帰れ帰れ！めっちゃ戻る。酸素。うわー、来た！これでピラノさんが拾いまくるとやばいんだよな。やばいやばい。ねえ。で、ミカルは？いや、これはでもどうしようかな。ここですげえピラノ牛歩作戦みたいになったらもう絶対死ぬもんな。帰る。お、会社。で、ミカルが、ミカル今何枚や?1枚か。で、前回のポイントもあるからな。3や。おぉ。いや、もうここは拾う。まあ、拾わざるを得ない。酸素マンや。みんなが酸素使い出したぞ、藤君。やめて。これで俺が5を出したらマジで勝ちに近いねんな。5を出せ。5、ここ5と6じゃないともう生きてる意味がない。頼む。帰れ。帰れ。5だ！
4! おあ最悪これ最悪です。おこ。これ置いた方がいいかな。やほか、持って帰るわい。持って帰るわい。いいリアクションですね。持って帰るわ。だって他みんなここから牛歩の可能性あるから。はい、6出るんですね、僕はね。ここでね、4。これは厳しい。厳しいですよ。帰られへんな、これ。みんなとの距離がすげえんだけど。藤君主人公ムーブだぞこれ。待ってくれよ。帰る。どこ行くんだよ。藤は帰れるのだろうか。帰るこいつ。帰れるかな。これやべえどうしよう。迷うね。いやまだありましたね。まだ分からん。そう。で次がもう少しで帰るの三人がもう全員帰ってくれたらだいぶ助かる。ラピナさんでもこれワンチャン帰りあるもんな。でも3以上でしょう。3以上。空気食い。空気食い来た。うわ、帰れない。妖怪空気食いが来た。妖怪空気食いや。落とした方がいいんじゃない？落とすか、落とさないか。面白い。うわ、残した。でっかいもんは残ってほしいな。ミカルも帰れない。はよ。ミカルも早く帰れ。帰りたいんですよ。いやこれミカル5出たら最悪。もう5出たら最悪だこれ。帰ってくる。行くぞ。2出ろ2出ろ。よいしょ。よし。4、3。拾うなよ。拾うなよ。絶対拾うな。絶対。やめとけ。やめとけ。やめとけ。3になったら4以上じゃなきゃいけないから。そう。いやここはもう命大事に。お。ああまあね。ここはもう俺が5出せばいい。5出せばいい。5出せばいいことや。帰れね、絶対帰れね。5出せ。5やぞ。5やぞ。うん。おっしゃ。うわ。ナイス。来た。1、2、5。おお。うわ。マジか。マジか。やったな。俺死んだ。やった。とりあえず6出さな。なあ。ああ。やったね。みんな帰れた。みんな一緒に死のうぜ。何してんだよ、もう終わったもん。終わった、終わった。終わったもん。これ、次は回ってこない。これ、でもミカルまで回ってくるか。あれ、回ってこないか、これ。いや、回ってくる。回ってくる。回ってはくるよ。いや、ギリか。ギリ。終わった、終わった。はい。あ、藤子。回ってくる。ちょうど回ってくる。ナピラノが帰れるか。ミロンさんは4。あ、違う。ちゃう。5。6。5か6。5じゃない。いや、あ、5か6。うん。5以上。3つかかるのか。あー。5。5。大きたらでかいよ。5!4! うわ。課長。課長終わったな。拾っちゃえ、拾っちゃえ。死にながらも拾う。拾うんだ。はい、ミカル。2、イエあ、そうか、しかし絶命。おし、そんなわけなんだ。わ、でけえ。よっしゃ。わ、これ悔しい。強欲な F でした。やっ、強欲3人。いや、これちょっとゲームバランスを把握するまでに結構コツいるな。そうね。いやー、だからほんま早く帰った方がいいのよね。夢は見たかったんだ。なるほど。じゃあ、どうしようか。月面、そうね。あの、海底は、あの、対戦だけど、月面の方は協力なんだよ。あ、そうなんや。あの、ちょっとトイレ行ってきていいですか。はい。これはね、月面。むずいよね課長。でも把握したらおもろいけど、そうだね、一回やらんとね、なんか酸素の受け渡しとかを、身につかんような気がするけどね。どうだろうな。まあシステム的にはさっきの海底と似てるんだけども、うん、ちょっとねシステムが違うんだよな。あ、でも能力なんだね。酸素システムが違うんだよね。そうそう。
ターンごとに自分が持ってる酸素の数があって、はいはいはい、はい、で、その酸素を、一旦来たら消費してやらんとあかんのよ。でその酸素はまあ何個も何個か持ってんねんけど、うん、それを他の人にあげたりとか、酸素カードを引いたりとかできんねんけど、一、うん、人死んだらもうその時点でゲームオーバー。ああそうか、じゃあ付き合いなんだ。うん、そうそう、一人でも死んだらあかんねん、うんうん、そう、戻りました、戻りました。なんか能力とかもあるみたいに書いてあったけど、うん、役割ロールがある、ロール、うん、結構難しい。これ遊び方のムービーやか、それ一回流してみたら分かると思う、うん、なるほど、うん、ちょっと一回見てみようかな。結構長いな。イントロダクションか、イントロダクションのムービーが、うん、そうなん、どこに遊び方、うん、遊び方の一番上のところ、はいはい、流してみて、はい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 、じゃあちょっとそれを、うん、見てみよう。じゃあ力を合わせ物資を回収し全員で基地に戻ることを目指す協力ゲームだ。うん、自分の手番には酸素カードを持ってダイスを振りアクションポイントを決めろ。アクションポイントを使っていろいろなアクションを駆使せよ。はい、吹き替えみたい。ああいいね。いや、1アクションポイントで1マス移動だ。ルートを作る。2アクションポイントでルートを作る。ルート。ほう。3アクションポイントで物資チップを回収だ。3アクションポイントで OGS を起動だ。うん、OGS では酸素カードを補給できるぞ。ほうほうほう。磁気嵐カードには注意だぜ。やばそう。OGS が壊れて酸素カードが補給できなくなっちまう。一人でも酸素がなくなればミッション失敗だ。なるほどね。役割カードの能力を利用したり、うんうんうん、2倍の距離を移動できるバギーに乗ったり、お、いいね、うん、タンク共有で酸素や物資をやり取りし全員で生還せよ。基地に戻ったら物資チップを表に、3人プレイなら7枚以上でミッション成功だ。なるほど。ただし基地に近い物資は壊れている確率も高い、気をつけろよ。そういうことか。そういうことですね。それがあんだね。ざっくり分かったけど、やっぱやってみてって感じかな。分かった、うん、やってみましょう。それぞれね、あの役割があるんだよな。ほう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 。うん、なんか特殊能力があるのよ、うんうん、それを選択してから始めるんだよね、うん、okay、だから固定ってこと。固定、それは、あ、いや、あのね、自分で選ぶんで最初に。お、あ、最初に選んだやつでずっと遊ぶって、うん、全員、そうそうそう、全員違う役割になるの。うん、全員違う役割、うん、2つは取れない。なるほど。そうそうそう、うん、本来なら3ポイントで OGS 酸素補給器を作るんだけど、うん、とあるやつは2ポイントとかで作ったりとかするんだよね。これミッションね、最初選べるんですけどマイナス2ぐらいにした方がいいんじゃないかな。あ、そうだね。古川さん、一回戻ろう。一回戻ろう。はい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 。うん、難しいんや。難易度めっちゃ、うん、ノーマルがむずい。ノーマルがむずい。ゲームを中心。9だとむずいんだ。うん、むずい。で、ここであると思うけど、ミッション目標マイナス2ぐらいがちょうどいいと思うよ。7個でクリアにするってことか。いや、また始まってるね、フルに。あれ？これ。どこで？あれ？選べないっけ？どっかで。この画面で、なんか。ゲーム設定か。かな？ミッション目標マイナス2、OK。うん、おう、うん、じゃあこれでいきましょう。これ行きましょう。分からんけどやっていこう、うん、これで回収した物資が壊れてないやつ7個ね。中には回収した物資壊れてるやつもあるから、だから7個以上取っていかなかった。そう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 。インベンター、毎ターン1回だけ 1AP でルート開拓ができる。ああ、インベンターはちょっと経験者がやった方が、経験者がやった方がいいから、インベンターは F さんかピラノ、ベテラン 2AP で物資回収、力持ち、エンタンク容量1、エンジニア、各ターンの初めにロボットを0から2ます。ロボットって何やったの？自分の目の前に、うん、そのルート石とか人がいたら、うん、そのマスはないことにして飛ばせるやんか。さっきの、海底の時と同じように、うん、そのロボ、はいはい、その、人型のロボットを毎ターン初めに、好きなところに0から2マス移動させれるっていう。じゃあ進みやすくなるんだ、うん、そうだね、そうだね。
じゃあエンジニアにしよう。システムエンジニアやから。なるほど。いいと思います。ルートさんはルート開拓と整備者絶対いるんだよ、ね。整備士絶対いる。整備士。一ポイントで OG スキルできるんだよな、こいつ。一ポイントっていうのは、あれ、そのダイスの数が単純に1、2、3、4ってことやね。そう。うん。そう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 。オッケーオッケー。そうね。じゃあ俺、インベンターやるわ。おお。うんうん、インベンタールート開拓できると、うん、普段は 2AP のやつを 1AP でできると。そうできる。いい能力。さらに俺だけはその石の上に乗れるんだよ、ベテランよくね。ベテランが力持ちいる。力持ちいいと思う。あのそのタンク容量って自分の持てる数があるねんけど、カード持てる、カード持てる数が上限が1個足されるからいいよ。ああ、いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。じゃあもう力持ちっぽいから力持ちにしよう。いいね、うんうん。力持ちっぽいな。じゃあ力持ちやな、整備士にするか。うん、うん、そうだね。整備士。はい、でこれルーキーかなりいいんだけど、ね、確か。ルーキー。ああ、じゃあ僕ルーキーでいきます。他なんかあったっけ？いや、ルーキーより医者の方が欲しい。医者？ああ、そうですか。あ、ルーキーは大事見直しね。タンク強敵だ。そうそう。うん、これタンク脅威も普通やったら 1AP いるけど、0AP で、隣接した人にタンクの中身を共有できるのよ。いいじゃないですか。げれる。まあじゃあ僧侶みたいなもんか。うん、そうだから、うん、助けられる。心配やな、ミカルの意志。ミカル意志は。ミカル意志。ミカル意志。ああ、順番、順番はインベンターが一番はもう、絶対その方がいい。俺最初、うん。じゃあ俺二番にしよう。あ、いいと思う、いいと思う、いいと思う。エンジニアやっていいと思う。うん。じゃあ、力持ちは最後にしよう。いいわ。あ、いや、全然いいんじゃない。うん、いいと思う、うん。で、俺の後にミカル君が来てくれた方がいいんよな、俺。あ、そうなんや。あ、そうね、OGS やって。その、俺が OGS を置いて、で、ミカル君が OGS 引きまくって、で、ミカル君が人に OGS を与えるっていう枠になるから。酸素巻きおじさんになればいい。あ、そうそうそう。へぇ、はいはい。うん。OK。じゃあ、ミカルに命握られてるやん。そう、ミカル君に、まあ、そう、口移しで酸素くれるらしいから。マウスとマウス。たまんねえな。たまんねえな。たまんねえな。でもシンプルに嫌やわ。たまんねえな。興奮してきたぜ。ミカルに口移しとか興奮してきた。うん、たまんねえな。で、このルートの中に OGS5 個で、ルートマスが全部で10個までしか置けないのよ。そう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 。で、OGS1 個。時期とかで壊れたら二度と使えないからね。OGS っていうのは、何？酸素を引くポイント。酸素カードを引けるマスをその場に作れる、ね。オキシデンジェネレーターシステムやな、多分な。なるほどね。まずオキシデンジェネレーターシステム。最初そこに置いちゃっていいよな、ルート。最初目の前に置いていいと思う。目の前に。うん。ここいらないから。うん。置いちゃって飛ばせるようにして。ああ、いいですね。移動しちゃって。4AP あるんか。あ、4AP そうか、4引いたからか。はいはいはい、そう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 、4ヒラ選べるのね。なるほどなるほど。あ、だからあれ、これって一旦に1回だもんな。す、あ、ルート開拓、うん、いや、もう一回できるよ、もう一回できる。でも次は、次は2ポイントだから、一歩進んで2ポイントでルート開拓の方がいいんじゃない、うかな、うん、そうね、俺を踏み台にしてきなよ、うんうん、はいはい。あ、いいですね。ルート開拓っていうのはどういうこと？これ、あ、そこ飛ばしていける。あ、もう次1出たら前の、そう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 、黄色の前の3までいけるってことや。そうそうそう、あ、なるほど。そうそうそう、うん、で、フルニキのやつは、そのルート石を、このルートの開拓する人はそこにしか置かれへん。置いたらもう、移動させることはできへんけど、フルニキのやつは1個だけ毎ターン、あのロボット移動させれるって感じ。ロボット、うん、ルート石を。って何だろう？ルート石。あの黄色いやつ。あの黄色いやつ、ね、ロボットをまず、黄色い石の右側、1個右側に置くと、フルニキはその次の、そうやね。そう、右側の3に行けるっていうこと。ああ、そういうことか。はい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 。カード。え、なんか酸素のカード3つあって多いのを選んだ方がいいんやんね、これ。今はまだ2でもいいんじゃないかな。あ、そういうのも、そのダイスの数なんだよ、それ。つまり、あー、なるほど、触れるダイスの数。まあ移動やな。で、移動で、でもう、まあ、先行っていいと思います。ガンガン行くわ。うん、うん、よっしゃ。すごいゲーム。まあ2、俺は今回 OGS をフルニキのちょい前あたりぐらいに作っておきたいって感じやから、まあまあまあ、これでいいか。うん、で、うん、今回俺 OGS 踏まなくていいので、4、
一番最初の4に止まって、で、左側に OGS を起動させるわ。OK、うん。狂ってる。あ、再接続されたかな。いけた。見えますか、聞こえるかい、聞えますか、止まってましたね。OBS だら OGS やらもうややこしなってるけども。確かに。ちょっとややこしなった。どこにいますか、OBS にちょっと時期が。男ですか、おーい、男ですか、女ですか、おーい、戻ってますか、アピールしてください、アピール、アピールしてください、アピールしてください、オッケーオッケー、じゃあやりましょうか、はい、あれだ、でまあこの左あたりに置いておいて、でミカル君、そういう感じになるんや、そうそうそう、まあ今は別に、いや引いててもいいか、ミカル君はここで3のサイコロを使って OGS になんとか止まった方がいいかもしれないね、はい、じゃあ3使っちゃいます、はい、うん、振ります、でそのターンの終了時に OGS の上で、ターンを終了しないと引けないので、うん、そうだな、まあ1無駄になるけど、うん、OGS の上に行ってターン終了して、うん、で引いちゃいましょう、あ、じゃあ、まあ、移動でいいのかな、じゃあ、うん、移動で、この移動と OGS 起動って書いてんのあれまた別なの、起動は新しく OGS を設置するって意味だから、うん、ああなるほど、課長だけでいいわやるので、次のターンかやることは、いや、うん、違う、ここでアクション終了して酸素を引くってカードが出るから酸素補給か、うんうん、補給します、タンク共有っていうのはどのタイミングでできる、このミカルが OGS の上に乗ると隣からもらえんじゃん、分からん、隣からもらえる、隣からもらえる、隣やね、いつでももらえる、いつでも渡せる、隣におんやったら、あ、隣ない、ね、うん、アクションポイントがあるんやったらね、なるほどなるほど、うん、もう一回再もう一回引いてもいいんじゃない、まあいいんじゃない、で、はい、その、あ、出ちゃった、これ最悪じゃん、あー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 で先進んだ方がいいってことも、まあ進むしかないし、最初は力持ちは、そうそうそう、直せないのかこれ、力持ちを進むしかない、うん、じゃあ3振るよね、3、そうね、3でもいいかな、うん、うん、で使ったカードがまた山札に変えて、さらに3、うんうん、OGS からカードを引ける分が増えると、うん、でこれは、うん、移動でいいのね、俺は移動して、うんうん、でやること自体はないからここってこと、いや行き過ぎてんのこれは、選んでるところは人に見えないからね、そうだね、ああそこそこ、これ5、うん、今5ポイントで、うん、5まで行っちゃ、あれもう回収してもいいのか、6まで行ってもいいんじゃない、うん、回収って何ポイントだっけ、1ポイントだっけ、回収は3いるんじゃなかった、3もいるんだっけ、武士回収さん3いるわ。じゃあもう奥まで行くか。じゃあ奥行っちゃおうか。もう一気に。この俺の言うてる OGS 起動っていうのはこれ何なの？ここに OGS 起動になる。すぐ横は。あ、同じやよ。OGS 起動は誰でもできる。うん。うん。誰でもできるけど、俺はポイントを1でできんの。よ。そう。で、その OGS 起動は、あ、この手元に今4つある OGS のどれかを起動するってこと？ああ、なるほど、なるほど。そう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 。その場に。うん、OGS は最初5枚やったんかな、じゃあ。そう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 。そのうちの1個が死んだったね、今。そう。うん、いきなり手間の。だから、どうしよう。ジェフさん一歩移動して、で、その自分が動いたところにルート一発置いてから前に進む感じじゃない？ああ、そっか、それでもいいか。うん、確かに。ジェフの酸素がもうなくなりかけてる。いらないもんね。そう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 。ルートで次のターンでなんとかなるよ。なんとかなると思う。でもう、うん、これでもう一回移動して前に行くわ。うん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 。ああそういう感じなんや。行っちゃおう。うん。うん。って感じ。へえすごいゲーム。頭使うのよね。ロボッツなミカルの前に置いてもいいか。ね、置いていいよな。と思う。ね、で前の方で酸素を渡し合う感じの。ロボットって踏み台ってことよね、ただ。うん。そう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 。2でいいや。うん、前の方行こう。あ、3か。いいですね。まあ移動やな。湯気、ああ、結構前進めるな。まあもうガンガン進んどくね、とりあえず。
うん、うん、OGS 欲しいな。俺が道になる。そうね、そうね、そうなんよな。作ってくれよ課長、早く、うん、ここに作ってで、ミカルくんが全部 F さんに渡して、でまたミカルくんが引くか OGS、 もうここに作っとく。あ、そうだね、あ、そうだね、うん、それいいかもね。うん、後ろも行ける、こんなところに。あ、フルコンさんが大丈夫かな、うん、次で今ダイス回ってるところの右側にさ、あ、数字0と3って書いてるけど、もうこの中には、磁場は入ってませんよってことだよね。壊れない、赤い数字が磁場の、入ってる数やね。2も入ってるな、うん、そこな。なので、OGS 起動して、またミカル君に踏んでもらって、ひこれミカルの足の下に出るの、これ OGS 起動したらミカルの、いや、1個後ろになる。1個後ろに、うん、あ、増えるんや。うん、そうそうそう。で、取り除くことはできない。死んでる OGS を。うん、できない。できないんだよ。ベタのマスが1個増えちゃってる状態。ちょっと待ってな。あれ、ま、前に、うん、行った。あー、ルート開拓してーなー。してもいい。あー、でも、そろそろ拾わないとまずくない？そうかー。物資が7つ、うん。結構壊れてんだよな。うん。ちょっと古にぎの前あたり行って、ちょっと待って、時間がない、時間がない。2か。開拓する？いや、開拓しない。なんか、このあたりにとどまっとく。はいはいはい。まず振って。うん、OGS のところまで行って、で、ジフさんに今持ってる酸素を全部あげてください。ね、ここに行って、うん、2つちょうだい、それ。そうだね。で、タンク共有。共有。で、藤君に2枚。これでもう OK かな。共有する相手はっていう。あ、まあ、待ってですね。前のターン、もう1個 OGS 置いてもよかったな。うん、あ、こうか。オッケーオッケー。渡すものを選んでくる。あ、こういうことか。せやな、ピラの位置あたりに OGS あってもよかったな。そうね、だから俺も、うん、もう一歩後ろに違う行ってれば、3余ってたから、多分 OGS もう一発置く。間違えた。え？ん？ん？え、でももう一回できるんじゃない？もう一回共有。うん。せやな。ウジク選んで、1個あげればいいよね。全部2つで、うん、自分で引く、うん、でこうか、うん、そうで私なくなったけど、で終了して終了して、うん、終了して、で酸素補給します、うんうん、全部引いて、そこの山札のやつは、うん、じゃあもうそこは壊れないからゼロやからね、うん、そうあ、そんな何枚も引けんだよ。そう、うん、あ、タンクが空いてる限り、うん、で、こっからどうやろうな、まあ、もう一枚引いてもいいじゃあ、マックス引いてもいいと思う。一応引く、うん、じゃあ、これで千葉出たらもう終わりってことでしょ。いや、こっからこの7枚の中に2枚千葉が含まれてる。ああ、よかった。大丈夫だ。さて、どうする？まあ、パンパンにする？パンパンにする？パンにして、ミカル君配りに行く。ねえ。配るか？じゃあ、行っちゃおう。キスしてもらおうかな。じゃあ行きます。キッス。ああ、ナイス。持ってないです。オッケー、これで終了でいいか。うん。うん。で、これはもう選ぶしかないかな。ダイスフルー。うん。ああ。ロックか。でかっ。いいっすね。俺が OGS とか起動した方がいいと思う。どっかで回収。ユケポは回収した方がいいんじゃん。力持ちさんは。これ引き返さなあかんってことやもんね、だって。うん。最終的には。どうすべきやろ。なんか、この、ここを回収するじゃあ。5を回収して、そこで、うん、2進んで、2進んで、うん、5を回収して、うん、で、俺が OGS 横に起動して、ピラノに、ピラノが起動やすいんやね。うん。うん、そうなんだ。タンク共有っていうのは誰かに空気をあげるってことやんな。うん。あ、それは。もらうこともできる。あ、そうなんか。ああ。まあ、でももらう人おらんよな。ミカルからもらったりできる。ミカルからもらう。え、真横じゃないと無理ちゃう？
今で言うとピラノからしかもらえないでしょ。ああ、なるほど、そういうことか。うん、じゃあこれはもう終了。え、でもこれ移動でまた戻れるってことか。いや、でも俺からもらってしまうと、俺のターンが来たとき、俺は酸素カードがないから終わんのよ。あ、だから俺がこっちに戻って。あ、戻って、これ戻るのはありちゃう。うん。あ、戻るのはありかも。戻ってってことね。うん。うん、で、まあターン終わるか。終了。うん、うん、で。一番奥にあるあの乗り物がバギーで、あれ乗ったら一気に帰れる。はいはい、2倍になった。あ、いや、届くか届かないか。あ、バギーってあのなんかボコみたいなやつ、あれ、ボコ、あれ、バギー、うん、でもバギー乗ると音数を補給できないの、ね、あー、なるほどね。これミカルにめちゃくちゃ酸素もらってうおーって奥行くっていうのもありなんかな、インベンダーがで、バギーで帰る。うんうん、うん、大丈夫かな、僕自体生きて帰れるのかな。で、終了でいっか。え、ちょちょ、ミカルには別にそんな無理しなくてもよくて、あ、ロボットな、どこをこう、ミカルの隣は、あ、いやー、どうなの、ミカルが酸素を補給できにしに来れるようにしとくんがいいんかもしれん。あ、ほうほう、来るってこと。うん、だから、OGS、壊れた OGS の上を置いておくか。壊れた OGS のとこでいいんじゃない。うん、これ OGS で、ね、あ、そうね、一マス飛ばしぐらいの。あの、ここおると、うん、俺がミカルから酸素をもらう場所がなくなる。あ、そっか、ミカルくんが、そうだ。あ、それは俺が動きゃいいんか。まあでもいいか、ここで、いや、壊れたところでいいんじゃないかな。これ OGS 置いといて。うん。うん。うん、で、俺は絶対次酸素もらわなあかんから、俺とピラノが絶対酸素もらわなあかんねん。うん、だから、であと何個残ってんじゃん、フルニキ。俺もうこれで終わりやで、うん、あ、終わりか、うん、え、あ、まあ、サイコロ振ってないんか。あ、さ、あ、うん、さ、サイコロ振ってからやね、これ。時間があと、あー、 5? 受け取りに行く、受け取りに行かなしゃあないよな、これな。3でミカル君の横行って、あの、言ったら OGS3、アクションポイント使って、で、その後に OGS のところに自分が止まってターン終了するっていうのがあるよ。あ、 それもいいか。あ、それが起動しちゃっていいんじゃん。うん、いいよ、いいよ。じゃあピラノの後ろに置くね。うん、そうね、はいはいはい、うん、うん、なるほど。で、あ、なるほどな。で、潰れるまで引きますかね、それ。あ、フルニキ、うん、そうだね、うん、潰れるまで引こう。で、終了ね。はい、もう俺もうないもんね。はい、うん、うん、で、酸素補給で頼むで。 いきなり来んなよ。まだいける、まだいける、まだ 50%。 いきなり来んなよ。あー、早いなー。あー、結構壊れるなぁ。壊れるなぁ、ね、なるほど。課長は絶対いるもんな、このターンな。そうね、うん、で、まあ、もう一個起動してんじゃない、そこら辺に。そうだね、うん、ここに起動していいよね、古池の隣に。うんうんうん、いいと思う、あで、課長それを引くしかない。あ、でもちょっと移動して、せっかくやからポイント使ってちょっと前で起動するのもありやん。そうやね、そうや ね。だからここに1個置いといて、で、俺2マス進、あ、違う、1マス進んで、1マス進んで、うんうん、進む、あ、もう1個作るってこと、そう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 、はいはいはい。確かバギー乗るってこと。え、バギー乗らない。うん、でもう1個作って、うん、うん、で、移動して上乗っておくってこと。はいはいはい、はい、で自分でいいんですか。さあ、オーディエスなくなったぞ。これで、オーディエスないのか。うわー、最悪や。これ終わりちゃう。こんなことある。ミカルがあのピラノのところにたどり着かないとか、まあ、ミカルが誰かに渡して、それをさらにピラノに渡す。じゃあ俺、バケツリレーか。じゃあ、じゃあ、まあ、そう、バケツリレー3使って、とりあえず3使おう、うん、あ、行ったんじゃない、行った行った、あ、いいじゃない。移動でたどり着く。もうピラノまで直でもいいかもな。ピラノ、そうね、課長の隣に行ってあげて、うん、じゃあちょうど隣やん。ナイス、おお、ナイスすぎる。あれ、あ、いけるのか。そうそうそうね、ナイス。 7AP で、うん、でタンクゼロやもんね。でゼロやもんね。ゼロでいけるもんね、共有、うん、ゼロでいけるもんね。うん、そうそう、オッケーオッケー。で、口、よかったよかった。ノーミスターガンで、よいしょ。何個あげる。うん、どうしようか。3が1個と3つかな。 2つでいいと思うよ。そのサイコロ2つのやつを2つでいいんじゃないかな。じゃあこう、うん、どうしようか。
じゃあ、行きます。はい。はい。2個あげます。あれ、OGS とあと何個あんの？ゼロ？もうない。あ、もうないのか。やば。マップ上にあるやつだけ。うわー。ね、あだから、全員帰らなあかん、ね。もうこれで帰らなあかんからな、俺ら。あ、じゃあ、終了します。はい、俺、もっと開拓した方がいいな。そうな、帰るために。これちょっとやばいな。ね、だから俺、これ絶対 OGS 行かなかんじゃん。そうだね。そうはね。ユネポはウルニキの前の OGS 4でな死ぬやん。1、2、2でいいよ。あ、2で、あそこ、うん。うん。4やったら戻ってもいいってこと？まあそうね。あ、そうだね。1個回収してるしね。うん。おい。戻るのもありか。ああ、ユネポはもう。しかも安全に1回引ける。ねえ。そうか。そうね。で、でも次。潰れたらやばいんか。いや、でもまだ 2回は安心して引ける。うん、そう。2回安心して引ける今。なんだろう、俺が1個ルート書いたことどっかで踏んで、ここで踏んでもいいけどね。2でルート書いたこと1個できるから。うん、ああ、そっかそっか。どっかにルート書いたこと1個置いて、この辺に。左右どっちか。こことかに置いといて。ああ、そういうことな。で、フルニキの右で引くっていうのもあるよね。うん、ああ、確かに。フルコンさんの次の酸素補給どこでするって話じゃない？俺はすぐ横で、まあ1しか出んかったらすぐ横でやるし、あ俺が乗ってたらできんのか。ユゲポが乗ってたらできへんから。あ、そうやねんな。そうやねん。それユゲポ帰った方がいいのかもね。帰った方がいいのか。帰って両隣の物資回収して帰るみたいな感じ。戻ろう。どうしよう。そうやね。ユゲポ1個持ってるんちゃうかったっけ、今。もう1個持ってる。ね、そうやね。もう1個持ってる。ね、だから4もう1個持って帰るでいい。これ2引いていいよね、絶対。2引いていい。うん、引いた方がいい。今絶対大丈夫ね。でも帰り道やから2でいいんちゃう。なるほど。で、酸素をみんな使っていくと山札に帰ってくるから壊れる率も、低くなるから。うん。そう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 ね。じゃあ2個引いて置いて。うん。うん、で3引いてこの4と3とか拾って帰ったら最高ってことね。3か。4。そう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 。うん。だから物資回収この辺のしまくれたら最高ってことね。そうだね。うん、だほんで、あそっか、ほんで4個まで拾える。結構まだルート開拓いっぱいあるから、やった方がいいかな、もう全部使ってまで。ジーフさんの領土なり。あ、でも、ユゲポが OGS 抜く。あ、そうだね。ユゲポが次のターンどいてくれれば。抜けるんだったら俺がそっち行くわ。じゃあ、目の前にもルート開拓置いとくわ。うん。こっち。で、ジーフさんはルート開拓のところに乗れるからね。乗って、自分の。フルポさんさ、その、ロボット動かさないで待っていい？一応。ああ、ここにしとく？うん。うん。そうね。俺が次のターン2だったら死んじゃうわって感じ。ほんまやね。オッケー。うん。じゃあ、でかい数出えへんかな。4か。ね。今回、OGS 止まらんとあかんから。OGS 止まっても4取ろうかな。あ、そう、ね、いいと思う。うん。ね。うん。うん、これで、まあ、11分の3やからな。よし、で、ここで物資回収しまーす。はーい。うん。はい。いいです。おー、取った。さあ、これで、フルニキ、いいの引け。頼むぞ。頼む。いきなり罰はないぞ。さすがに。最悪。さすがにないで。さすがに。さすがにないよ。うわー、よかったー。とりあえず、もう一枚引くな。もう一枚、もう一枚。うわーマジかぁ運悪ないよ、我々。えぐいなぁ。これえぐいわ。難易度設定であの山から減らせないのか。1進んで、物資回収して、戻るか。引き返し、始めるわ。あれこれやばいっすよね。これやばいなぁ。やばいわー。まだ申し訳ねえ。いや、しゃあないよ。あれはしゃあないよ。うん。しょうがない、しょうがない。で、ミカル横行って、ミカル横行って、ターン終了の、これでアクションポイント全部使ってターン終了で、ミカルどうしようかね。結構カードをミカルにピラノにあげる、あげなくても。いや、もう俺 OGS 起動できる仕事がないから。そうやな。うん。ミカルも帰らんと奥はもうやばいっしょ、さすがに。まず的に OGS がもうユゲポの位置しかないから。やべ、全然解消できないね、これ。まあ、ミカルがここで3出したとして、
俺から OGS、うん、じゃない、俺から酸素を奪う方法はないんか。遠いからね。うん、隣は、ミカルが隣に来ないと持ってこられへんってこと ?4 以上出すみたいなこと。ユゲポンの酸素を誰かに渡すには隣に行かなあかん。うん、バギーまでっていうのは、まあ、ミカルがワンチャン3でめっちゃいい数字出して。いやー、バギー帰りは OGS 止まって。あ、そう、無理よ。あ、そうなんだ。じゃあ無理やわ。いいでは無理。ミカル帰らなかよな。ピラノがミカルの踏んでるところの物資回収するとしたら、あと20秒だ。ミカルは、その、もう手前の5を取るの無理やろ。無理。うん。どうしよう、じゃあ、転がさないと。まあ、3振ってみてから考える。3振ろう。うん。俺の隣くらい行け。とりあえず。時間がない。うん。共有もいいか。うん。できる。時間ねえ。時間ねえな。うん。3振って。ミカルが物資ないからな。まあ、3取るしかないか。あ、もうこれで僕帰るんだったら、タンク共有。ミカル君に。ああ、なるほど。ミカル君に1個。物資1でいいの。物資回収して。物資回収してさらに帰れる ?1、2、3 いるやろ、帰るのに。ちゃんと共有しなければいけるかな。1、2、3いるんだよね。ああ。次のターン帰れるかな。ああ、物資回収の方が大事か。物資回収欲しいね。そう、4回収しときたいよね。4回収しようか。ねえ。あ、だから4回収。そう、あ、まあそうで、それしか俺できひんわ。うん。4回収して、どいてあげないとね。うん。で、もう。俺はちょっとこの酸素で帰れるから絶対。そうね。うん。そうね。でもこれ次で俺4引いたらもう一個回収して1で帰れるから。ああ、そうね。そうね。ああ。これできたらでかい。全員帰られる。これ。インベンター兄貴。いやまあ俺ら、じゃ俺とピラノが OGS 乗らなあかんねんな。そうね。ただインベンター兄貴。ああ、そっか。インベンター兄貴も次いるのよね。ああ。酸素いるの。だから。回収が3でしょ。とりあえず回収はしなきゃいけないから。うん。そっか、回収するとこないな。藤井が。1個どけて回収して、OGS 戻るしかないな。自分の立ってるところのやつを回収して。うん、あ、いけんねん。そうそう、あの、インベーターだけいけんのよ。そう。上に乗れんのよ。とりあえずこっちに行って。あー、すげえ。そうそうそう。回復して、うんうん、そうだね。うん、OGS 乗ろう。さらにあれか。開拓もできるか。開拓し、OGS 乗らんとやばい。もうないか。ああ、そうですか。うん。で、これで、そうね、引いて、あ、まあ、開拓はできるか。これとフルニキは戻りながら、富士山からもらう感じかな。しかないな。なんか頑張って引いてくれ。頑張って。引いてくれ。頑張れ。おい。キャンブル、スーパーキャンブル。うん。オッケー。でかい。もう一個行く？行かない？行こう。オッケー。完全終了か、これ。完全終了。もう酸素補給できない。さて、俺らは、富士の横絶対行かなあかんから、とりあえず手前にロボットを動かすで。あ、そうね。うん。下の3のところよね。下の3のところ。あ、いや、ここ多いから上の方にしたら上の方でいいんじゃないの。あ、ここでもいいけど。あ、このバツのとこでいいんちゃうかな。バツのとこでいいね。ね。うん。で、ただ、もうこれで、1、2、3、4、え、5以上出さなあかんの ?5 出さなあかんの ?5 やな。俺が渡しに行くよ、最悪。あ、そうか、そうか、そうか。うん、次のターンで。うまい。4! ああ、まあ。ちょうどか。あ、じゃあ、ルート書いてもしゃがんか、結局。あかんね。ルート書いてもしゃがん、手間なるよな。とにかく戻ってもらえる位置に行かなあかんでしょ。うん。うん。大変これ。それで。これでいいと思う。で、富士は黄色の上乗れるしね。
そう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 ね。だから俺がジークさんの隣行ってもいいのよな。そう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 。うん。大丈夫。ああ。マジかよ。マジかよ。あこれやっば。え待ってこれ無理じゃない？無理ちゃう俺。無理やな。無理だよね。なんなら一個前から積んでたか。と。ん？あもうないのか。もうないんじゃない？での。いやもうきつい。無理無理無理。そこに誰かがたどり着けばいい、うん、みたいなこと。でも渡す酸素がないから無理やねんな。もう。あそうか、どうせ自分が犠牲になるだけか。これもう終わってんな、無理だな。積んだ積んだ、うん、積んでる積んでる積んでる。あてかどうせ全員帰ってこなあかんだろ。わあ。そう全員帰ってこない。なんじゃ。酸素もう一個引けてたら分かんなかったけど。積んでたな、どっちにしろ。積んでたね。え、ちょ、でもミカルがさ、あ、共有するタンクはないんか。そうなんだよ。どっちにしろ積んでたわ。あ、積んどみや、お帰り。とりあえず帰るか。いや、これ、時期嵐運悪すぎたって。いや、全部引いたな、ちゃんと。早かったよな。早かった、早かった。なるほどな。悔しい、ちょっと。悔しいんですけど。もう一回やりたいんですけど、俺。どうしますか。そうだね。壊れ、こんな壊れるもんなの。今回本当、ゲーム性わかるのっていい試合するのが一番わかりやすいしね。分かった上でみんなやって。うん、そう、これどうあがいても無理なんか。どうあがいても死んじゃうのよ。どっちが絶対死ぬもんな。うんうん、だってもう、うん、悔しい。悔しい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 大丈夫。うなされるやつだ。3人で帰ってくれ。知らねえ。ありがとう。ああ、3人、3人救えた。3人救ったわ。よかった。はい、大丈夫。はい。逃がさん、お前らだけは、お前らだけは逃がさん。うわぁ。1位。いやー、これって、航空宇宙医師めちゃくちゃ重要やな。これってミッション、これ足りてないやんか、今。うん。足りてない、そもそも。うん。これが7個いんの？むずだから最低7個だし、7個だったら全部当たりじゃなきゃいけないってことよね。そうそうそう。で結構外れる。物資のこれが一番難易度下げてる状態やからね。マジで？もうこれ以上下げれないの？下げれないのよ。マジか。やば。これでも無理やもんな、結局な。あの、電池派カード減らせないんだ。減らせない。案外時間増やされへんの？考える時間ああ増やそうか。あれ話とかできないのか。で考える時間なしにできたような気がするけどね。戻るんか中止か。いやー、うん、なるほどな、おもろいけど。いや面白いけどね。制限時間あ180分できる。なしやそう。ん？なしはないのか。あなしある。なしあった。ちょっと調子したい。ちょっと押してるけどやりますか、もう一回。やろうやろう。うん。やりますか。しゃー。新年新年やから。そうそうそう、1月やから、まあ、絶対クリアしたろ。じゃあ、うん、7つだよね、やっぱり。そうな、なるほど、ルールが分かった、まあ、なるほど。インベンターの俺がもっと置かなきゃダメな。あと回収できるものの上に置いちゃうのよくなかったな、ルートが。でもしゃ最初の方はしゃあないよね。スリート、まあ、整備士、まあね、整備士はピラノやってたやつやな。まあ、エンジニア普通に行きするけど、結構ね、やっぱりロボット助かるかもよ。ねえ、ロボット助かる。壊れて何もどうにもならないとか。エンジニアでいいや、俺。うん。うん。で、また変わらずインベンターやるわ。あ、うん。うん、これ力持ち別にいらんような。いらないかもね。うん。スリート。2ポイントで物資回収ができるというのもね、そうね。いいけどね。ほんまスリートやけどな、言えば。確かにアスリートアスリートもね、まあ悪くないよね。悪くないね。悪くないけど、うん、ああそっかそっか。毎ターン1回だけ。整備士じゃない、医師、検査士、
や、これは微妙やな。それいらな。検査しな。なこれはもう結局いらんもんな。振り直しもまあ別にな。うん、これ、ムードメーカー運ゲーやな。おもろいな。そうだね、バクチュー。3か。運ゲーでいくかあるやで。いや、これ、ムードメーカーになっちゃうからな、お前。まあ、もほぼ能力なしと一緒の可能性もあるもんね。1-1でも5になるってことでしょ。ああ、うん。ムードメーカーいいっすか。いいよ。おお、行こうぜ。いいっすか。運で勝とうぜ。神引きで、ちょっと、ムードメーカー、ムード巻きじらんそうかな。うん。最低3以上は確約だもんね。うん。いや、あ、まあそう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 、3からやな、うん、絶対1、2の3からやね。ここはじゃあ1の方がいいのか。1でいいと思う。1で、おいし、うん、古子さん2がいいかな。うん、2かな。なんかそう、滑り出しは良かったからね。いや、エンジニアが2の方がいいんじゃない。さ、ロボットもできるし、うん、ロボットできるし、うん、いきなりロボット起動してもいいんじゃないの。ロボットって最初からおらんのじゃない。いや、あ、いきなり起動し、まあ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 いいんかな。まあいかにで、うん、はい、俺がロボット起動してさらにインベンターにめちゃくちゃ進んでもらうっていうのもありかなと思って、ね、あ、まあまあそう、ね、まず踏み台でインベンター奥にみたいな、ね、そう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 、うん、まあありかなと。これ どうだろう、どっちがいいかな。あなたはなんかなんとも言えない。動いてもいいから、その整備士と医師のポジションがどこがいいかなみたいな。そうやな、整備士はなんかあれよね、ミカルより前の方がいいよな。ミカルもより前の方がいい、ね、じゃあ整備士3でミカル5でいいんじゃない。あ、そうね、じゃあイケポ4だ、うん、4にして、その間に入ってもらって、あの整備士とあのミカルとピアノを鼓舞する。頑張れ、届くはずだ、ね、メイキング、ね、よしよし、絶対帰ろう。帰ろう、帰る、帰るぞ、取って帰るぞ。結構さっき余ってたもんな、そのルート開拓の石が。ルート開拓結構余ってた。使い切りたいよね、ちゃんと。うん。その方が絶対効率いいはず。うせ。まあ、極論、3のところには全部ルート石置いていいと思ってるから。やんね。そうやんね。そうだね。これは5の方が確率が高いってことよね、単純に。そう。か、帰りも、うん、そう、正解の確率が高いと、うん。3は。じゃあ、俺も最初から3使って。あ、バシバシはありやな。あ、いいかもね。もう巻き散らしまくったね。巻き散らしてくるわ、ちょっと。うわ、そうやん。みんな、ごめん。早速ちょっと士気が下がるわ。だっせー、こいつ。これは。ムードメーカーやったらな。ね。うわ、1いって2でき、あ、もう何もできねえや、もう。いや、これはひどい。いや、しゃあない、しゃあない。ひどいと言うなよ。頑張ってんだよ。こいつは頑張ろうとしてた。こいつは頑張ろうとしてた。頑張ってんだよ。古い系あれか、手前にロボットかな。そうね。そこに相対ロボット、うん。ここ開拓できんくなるけど。藤井君の一手目。いや、もう。あ、はい、これ取り返したね。はいはいはい、取り返したわ。古にぎが開拓してもいいんじゃん、逆に。逆に、逆に、チフさんの隣をとりあえず開拓してみたいな感じ。あ、そうね。あ、ここ2進んで、そうね、2進んで、そこや、ここやね、ここ進んで、うん、でルート開拓2ポイントでしちゃう。そうそうそう、うん、はい、これがだ結局両方しちゃう。あ、もう両方いけんな。あ、いけるな、ほんまや、うん、俺の6をみんなに捧ぐぜ、いけ。あ、素晴らしい。ここでもね、しまくって、一番有効的に使ってくれたかもしれない。あれあれ、インベーターさん。自分の仕事をすいませんね。乗れるから。乗れるから。インベーター乗れるから。インベーターさん。4の手前に OGS 置いとっていいかな。あ、エンチャー。とりあえず。だから、ここまで行って。知事 OGS。OGS 一旦ね。しかも開拓できるん、開拓もできんな。うわ、俺3人泊まった方が良かったな。え、いいんか。いや、まあいいです。さっき開拓して、開拓やわ。そう、さっき開拓しておいてもええんちゃう。開拓して、で、右側に OGS やな。うん、いいんじゃないですか。無駄がない。すげえ慣れてる。いいですね。完璧や。いいよ、いいよ、そっちもいいよ。うん、富士山開拓お願いします。あれだけすいません。いや、いいです。これで222とか出たら最高やな。うわ、惜しい惜しい惜しいけど、まあまあでも、
まあとりあえずわしは移動しかすることがないんで。そうだね。がもうユゲポはさっさと参って行っちゃうか。もうなんかバギー狙いもありぐらいじゃん。ワンチャンあり。まあ確かに。さすがに無理。さっと行ってさっと帰ってくる。で三そのための一応でもここで二行って踏み台も込みの物資回収1個してまうかいな一個。ああもうそう。うん、進んで5を取った方がいいのか4でもまあ高確率かもしらんから、うん、さ3いるよね武士回収が3がいるから、うんうん、まあとりあえずちょっとここまでまあどうせ進むこともあるから、うん、で武士回収あバギーに乗ってても酸素はもらえるのかえそうなの供給はできんの供給はできんのか供給はできんのか隣まで行けばいいんだそうだねそれはありかもね。うん。まあ、でも進んだ方がいいかじゃあ。がっつり進んじゃう。ただ OGS の起動が間に合うかな、ねうん。あじゃあ OGS の起動とかをあえてここでしちゃうとか。いや、近接近い。近いからいつも離れた方がいい。離れて次のターンの最初の出目でその場に OGS 起動してもいい。あなるほど。OGS& 回収の可能性もあるからじゃあ移動しちゃおうか。うん、全部。うんがっつり前進んじゃって次のコマをあのもうその場で OGS でもいいような気もする。ここに配置リターン使う感じですかね。だいぶ進んだな。はい。じゃあどうしよう。いかない OGS で回収していいんじゃないか。ああ、でも早いか。早いかな。あだピラノの横止まれたらもうピラノに渡しちゃって OGS 引いてもいいんじゃない。あそうや。ああ、なるほどね。うん。だから2引いて、2引いてよね。2出して。そうだってミカル1でいいもんなこれ1でいいうんじゃあ2の方のうんでいいそうそう出しすぎやないい数字出たないい数字出たなもったいないもったいないなで OGS まで行けばいいの OGS 行って共有して止まるかうんか4行って俺の左側止まってで物資回収してで俺のあ俺の酸素奪ったら次俺のターン無理かそうかだまあこれももったいないけど OGS で、うん、タンクをモーさんにぶち込んでから引いた方がいいんじゃないねやっぱこれはなんかそれもねあじゃあ共有して引くって感じかうんそうだね、まあ、じゃあルート開拓してもよくないあ4潰れるけどまだ2引くのまだ先でもいいような気がするけど。え、じゃあ、1、あ、そっか。何やった ?5 か。2に止まって、ルート開拓1個やって OGS に戻る、うん、そんないけるあ、次ってことあれ、タンクいける。タンク共有3いけんのかいけるわ。いけるわ。ゼロや。うん。あ、いけるわ。ほんまや。4の真ん中潰して1回、うん、2行ってルート開拓して、うん、で OGS に戻ってあ共有して OGS 引くまでいけるわすげえ、まあ、全部できるすげえぞピラノさんの左にそう、うん、でまず行って、うん、でルート開拓する、うんうん、開拓するでそこに置く、うん、置くはいで OGS に戻る移動で OGS 戻る。OGS 戻る。うん。で、タンク共有する。タンク共有をピラノに渡しちゃう。2つともあげちゃう。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 はい。そして、これ一発で引いたらやばいよね。これ見からこれよ。これよ。ここよ。一発で引いたらピラノが戻さなく。これはほんまディスティニードローやで。すみませんっつって。それは、いや、それは、こういう仕事したらお願いしますよ。これでも引いたらもう知らん。でも、6分の1でしょ。そうですよ。6分の1ですよ。2枚は引きたいよね。2枚は引きたい。2枚は引きたいわ。頼むよ。いやおいおいこれどうする嘘でしょいやもうこれピラノがその場で渡すしかないよ、ね、助けてくれ助けてくれ助けてくれ渡す場所もないからしゃあないよな俺とりあえず一旦、うん、ここいらないところはもう開拓しちゃうわいやもう、はいはいはい、
こんなん知らんよ。つらつらいな。一番仕事したはずなのに。いやこれはつらいな。で、湯気っぽの隣まで行っちゃおうかな。そうだね。うん。そうね。これつらいな。いや、これ重いわ。あれはもう重たいな。重たいミスやな。しゃあないな。ミスというかもうしゃあない。力がなし。しゃあない、しゃあない。いや、ピラノの横にロボット置く？置くか。あ、そうだね。いいんかな。行けるように。うん。いいよね、うん、いいと思う、うんね、うん、で俺は進む、俺もがっつり進むしかないな。ここにオジエスキーどうしてもしゃあないしな、しゃあないもんね、うん、ユゲポの隣って、うん、でルート開拓するか、ちょっと待って、もう回収しなくなる、でも4潰しすぎるのも、そうだ、ね、あ潰しすぎちゃうのか、うん、そう4はそこそこ人からまずいよね、ね、じゃあ俺5の手前止まるわ。あ、それか、あ、そっか、これ今ここでルート解とかできひんのか、この場で。そうできないね、そこは。あ、できないね。うん、俺しかできないんだよな。そうやねんな。あ、もう進んだ方がいいか。4の最後止まっ、あ、まあ5まで進んじゃうわ、ほんで、俺。うん、うん、うん。あ、進んじゃう。うん、うん。進んじゃう。もう進んじゃうわ。うん。うん、はい、怖いけどね、ちょっと。次の酸素がでも完璧がっつり引けるもんな。はい、ねえ、これとりあえずミカル君に持ってるボンベ全部渡して OGS ここにもう一回起動してそっから、うん、3振ってさ、あの、うん、出た目によってもうちょっと手前に OGS 置くか考えたらいいんじゃん。手前って、あの湯気ぽの隣とかあれぐらいってことよね、うんうん、とかに OGS 置くかは、まあそうだな、3振って、うん、そうで、ミカル君にそのルート開拓でそこ潰してもらえばいいしな。うんうんうん。うん、ファンフローか。インベンターって、あの、置いたものの下の具志は取れない。うん、これ取れないんじゃなかったか？取れないか。そう、足元のものは取れなかった。うん、足元取れないよね。うん。いや、もう奥から取るしかないねんな。うん、あ、これ、俺がやっぱ置こうか。俺がやっぱ置くわ。これ、とりあえずミカル君に酸素を持ってるやつ全部。渡して、はいはいはい、うん、うん、で、返却と返却なんだったんだ、もう何やったんだ、さっきの何だったんだ、でどこに OGS 置くかな、で俺ここまでしか行けなくて、で OGS 置い、これ俺の右に OGS でいいんじゃない、うん、ね、うん、いいんじゃない、うん、で、ね、俺が止まるわ、うん、そうだね、うん、で移動やな、で、はいはいはい、うん、でこれ全部引くね、OGS は、うん、あ、ナイス、5枚引いちゃって、5枚引く、5枚いっちゃう。うん、うん、お前引いて、で俺から2位のタイミングで俺から奪っていけばいいさ、そうだそうやね、そうしよう、そう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 、安全的だもんね、いや、いい位置におる、韓国共有、韓国共有だ、1やね、1か、1いる、うん、いる、はい、わ、これは美味しい、いやもうここ、うん、この安全のためだと思えばさっきの引かんかった方がいい、引かんかった方がいい、でも早く引けたっていうのはいいかもしれないね、まあ、確かにね、うん、でもまた復活するからな、どうしようかな、これ2、ゾロ目狙ってみるか、うん、ああなるほど、うん、あの使い切るか、3使い切った方がいいか、さっきでかいの振るわ、あとにみんなでかいの引けるし使った方が、うん、3引いて、うん、でナイス6、ああ6、いい、ね、まあまあ6いいですか、で、ピラの横でもらって1個ぐらい俺を、ね、俺から酸素をもらって、そうね、1個もらって、うん、これとりあえず行って、うん、タンク共有で、うん、どれもらおうかな、うん、いや、2の方がいいんじゃない、ムードメーカーやし、2の方がいいよね、そうね、うんうんうん、2個もらってもいいかな、1個でいいかな、2個もらってもいいと思う、まあ、最大2個、それは2個、じゃあちょっと2個もらいます、はい、すいません、ムードメイクします、そうね、でで今4でしょ、4か、1個進んで回収できひんねんな、あ、そうそう、できないから、ね、そうね、これはもう次の、してもあれやしね、次のあれに次買いたく、次回収、回収つくか、そうだね、物資、いや、え、今物資回収してもいいんじゃない、左の4、あ、4取ってもいいか、うん、4取って1進もうか、じゃあ、うん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 、一旦そうで4ぐらい拾っとかないとな、ちょっと、うん、ほんで置けるしな、これで、基本10個回収したいからな、うん、うん、10個か、まあそうだよね、うん、ここぐらいないきますね、じゃあそうだ、
進みます。で、じあ、ミカルくんか。ミカルくんは、はい。ミカルンルンはね、まあ左の4を回収して進んでくる感じかな。あそうだね。俺2個だっけ？いや、一番優先するのは今ミカルくんの立ってる OGS の潰れてるところにルート開拓を置くことじゃない。ああ、物資回収した上にルート開拓って置けるんやっけ？できる。ああじゃあ、はい、まあ、とにかく出た目によってそうだ、ね、まず物資回収、うんね、で、まあ、3振って6とか6とか出たら最高やね。そうやね。さらにルート開拓して、じゃあ、うん、じゃあお願いします。うわ微妙、うん、まあ回収してルート開拓したいんじゃん、うん、でその場、うんうん、まず回収か、うん、回収これ回収あの苦しならへんかな隣で今日。まあでも2個あったらまだいけるか、うん、まあそのままそこに、うん、開拓でもいい、開拓でいいんじゃない、開拓でもいいんじゃない、そうだね、うん、開拓開拓あと3個か、うん、OK で俺のロボットは動かせるから、うん、うん、あそうか、うん、うん、インベンターか、あそうやインベンターも平野から課長から1個取りに行くか、そうだ ね、 うんうんと、うえ3か、うん、あ、じゃあ、うん、あ、そこ潰れてるところにルート開拓すればいいんじゃないの、うん、あ、じゃあ、1いるんか。あ、サンキュー。そう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 。もうピラノの横行ってもらわんと死ぬ。あ、そうだな。これはもらわなかも、うん。あれ、開拓1して、移動1して、課長から行って。あ、そっか。あ、ほんまや。あ、ほんまや。えらい。えらおや。えらおさん。えらおさん。えらおさんです。ほんまや。えらおさん。えらい。えらおさんいた。何回言うのよ、えらおさん。よ、えらお。えらおやん。で、もらうと。藤井にやす。藤井にやす。顔がめっちゃ角張ってるような感じになるやん。えらお。どれぐらい？2?3? どっちかな。インベンター3持ってってもいいんじゃない？ 3 持ってっていいんじゃない？あ、そう。ピラオさんキープしたらいいんか。あれ、3、2つ？え、3やったら死ぬよね。え？あ、3個じゃなくて、3を1個ってことか。いや、3、2つでいいんじゃない？俺、マジ？俺がもらえる？俺に渡す分なくなれへん。あ、そっか。あ、ほんまや。あ、じゃあ3一個にしとく、とりあえず。うん。あ、俺ユケポからもらってもいいんか。ああ、そっかそっか。あ、もうちょっと。まあいいや。まあまあでもいいや。まあまあでもいいと思う。はい、うん、うん、うん。で、俺が出る目によっては、ロボットどうしようかな。ロボットここ富士の左に置くね。ゴムとこ置く？いや、いらないんじゃないか。ユゲポがさ、もうがっつり回収して奥に行く。あ、でもゴムは開けとくか。ね。うん。じゃあ、富士山の左に置くね。うん。うん。うん。で、うん、出る、まずダイスが何出るかやな。5か。あー。デカめ。俺のなんかを1個持っていく。うん、1本もらうか。まあ俺が OGS 起動しちゃっても乗るっていうのはありやよな。ありよ、ありよ。ねえ。あ、そうか。うん。うん、だから、これ2ぐらい進んで、お、じゃあ1、あ、1しか進んだ。1移動、OGS 起動、1移動やな。うん。うん。うん。確かに。安全かも、とっても。それやっちゃうわ。はい。うん。1移動、で、OGS 起動を左でいい？うんうん。うん。うん、おい。OGS 起動を、で、移動を。俺も回収せなあかんねんけどな。うん。うん、で、アクション終了を。あ、これですよ。さあ、頼むで、たっぷりくれや。でも7あるから。7あるから。さすがに、俺は。よし、はい、よし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 。まだ引く。うん、3枚ぐらい引くか。OK! いい、うん、いや、もうこれでもう勝ちみたいなもんよ。もう1枚引くで。いこういこういこう。もう1枚で終わります。潰すまで引いて。いいんじゃない、いいんじゃない、あ、潰れるまで引い、潰れるまで引いてもありかもな。俺が作り直しちゃいいから。そうだ、まだ、まだ2個もあるしな。あ、じゃあ俺も安心なるまで引いちゃうわ。で、あ、まあ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 、いいでしょ。うん、じゃあ十分に。うん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 。結局これ、くらへん、あ、来るんか、そうか。だあ、まあまあまあいいでしょう。使わんと読んだが増えなくて、そう、ね、使わんとすぐ潰れちゃうのよね。ね、うん、よし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 。しかも3密や、でかい。
そうやな。うん、俺は OGS 置きやすい人やから、まあ今回 OGS 置かんでいいか。うんうん。うん、結構みんな。うん。あ、そっか。酸素、ボンベを、ボンベを。回収会かな、ピラノ。そうやね、俺回収したいねんけど、うん、ねえ。インベンターのジフさんに1個酸素渡して奥に行って、で OGS を起動させるっていうのもいいよね。ああいいね。インベンター、ね、うん、動けるようにしといて。うん。うん、だから、うん、3使うか。3、うん、3サイコロ使うか。じゃないか。そうだね。うん。大丈夫。うん。まあまあね。うん。で、とりあえずジフさんに1個あげて、酸素あげて、うん。うん。ありがとうございます。これで命が繋がりました。ありがとうございます。よしよしよし。いいね。この酸素なんか純度低いな。わ、うん、がまま。わがまま言うんじゃねえ。窒素成分。どうやから。3やね。3。それで、クルニキの左に止まって、うん、で、あれよね。左に止まって、うん、左に OGS でいいんじゃない、うん、あ、いいんじゃない ?OGS、うんうんうん。この左に OGS で。うん、で私はこの OGS 止まって、うん、また、はい、ちょっと、ね、引きますさあお願いしますよ。これは安心感のあるバッ、でも俺が渡すわ。まあこういうこともあるよ。うんうん、こういうこともあるさ。まあまあ、でも次4枚は絶対次安心やから。そうだね。これで回収や。ゾロ目、ここゾロ目三三とか来たら最高。ゾロ目ムードメーカーの力を見せるとき。あ、惜しい。もう回収していいんじゃない？回収して、回収してんで、ユギポもどんどん奥行こうぜ。うん。あ、じゃあもう帰っていいんか。うん。帰っていいね。バギーはそんなに必須じゃないと思うし。バギー、そうよね。そんな無理に取らんでいいよな。どうしよっかな。じゃあここ、俺ルート変えてこしよっかな。今取ったとこ。ああ、あり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 。助かる。めっちゃ助かる。それ。こうん、めっちゃ助かるそれ。あと1個か、あと1個やね。うん、なんかインベンターさんがあんまり開拓してないよな。勝手に奪われたんですその仕事。6。お、ミカル、いいの出した。でか。めっ、ミカルくん、あーそっか。奥に、まあ。まあ移動は確定で。うん、ミカルを、ミカル。ああでもそうか、引いて渡すこともあれか。まあでも渡しやすいっちゃ渡しやすい能力だから、まあ、でも 1しか渡されへんから今渡そうと思った、うん、キープの後やから、だからミカルはねもしかしたら進んで、あでも進んでもあれか、回収できんのか今。そうそうそう、3ポイントいるからね、回収、うん、そう、どこに止まっても今回収できない。あ、そっか、今飛ばしやから、ね、ちょっとややこしいねんな。うん、どうなんだろうな。だから、ユゲポの左の OGS に止まって、ユゲポにミカルが回収してる4を預けて、ユゲポに。で、前に、うん、前に行くか、どうなのな。前に行くか、まあ、拾いに行きたいもんな、そろそろ物資。それやったら、ミカルが、まあ、物資拾いたいけど、ちょっとこれ今拾われへんから。うん。だから、ミカル2に止まって、で、俺に2を渡して、渡してから引く、うん、あ、ちゃう、あ、富士に2渡したいか。そうそう、富士に2渡して、富士に渡して、ミカルは引全引きでいい。あ、そう、安全引きだもんね、今。うん。じゃあ、そうかもね。あ、そうだね。じゃあ、OGS 行きます。うん。OGS 行って、で、まず富士くんにタンク共有、うん、無料タンク共有ありがとう。する。これミカルくんが持ってるさ、その 4の物資もユゲポに渡してもよくないか。ユゲポもう2ターン目にさ、変えるよね。次の次にユゲポ変えるよね。ルート持てないと思うけど、でもね、これ帰り道回収できひんのよね。うん、なんかね、フジ君でいいんでね。そうそう、うん、とりあえず3層は帰り出すから、うん、そうそう、帰り出したとき、でも帰りはあれ、回収はできないよ。あの隣に泊まれないからね。あ、そうそうそう、だからね、うん、帰り回収はできひんから、うん、まあ、俺がするしかないね。
うん、うん、そう。だ帰りの回収富士がして、ね、だから俺はちょい進み、最低一歩進まない。でも古にきとピラノさんが動くから、うん、どれかは回収できるんじゃないかな。まあまあまあ、じゃあ、どう回収したいから。あ、無理して渡さんでいいか、ミカル君は。じゃあ。うん、うん、そうそう、だからとりあえず、ミカル、あのね、これ俺詰まったら俺の空気引けんくなって動けんくなる可能性もあるから、うん、帰り際2個欲しいもんね、うん、空気が、うん、じゃあもうあれか、で5を埋めたいから、うん、とにかく、うん、もう引いとくカードと引くターンか、もうミカル引いた方がいいと思う。このどっちかに渡すの、うんうん、そうだね、ここで引くしかない。まあ、これプッチ渡すとしたら富士に渡した方がいいと思う。なんとなく、この AP を誰かにもうあげたい。まあ、どうにも渡せないでしょ。ブッチ渡せないよね。渡せない。渡せる、渡せる。渡せるでしょ。物資陶器は捨てるってこと。陶器になっちゃう。多分、いや、捨てるやろ。え、いや、共有、タンク共有で物資も多分いける、ちょっと私できるような気するけど、いや、うん、っていうか湯気ポンもう持ってないぞ、物資。富士に渡す。俺は物資1個持てるけどってあれから、もし渡せたら富士に渡した方がいいかもね。うん、じゃあ富士くんでチャレンジしてみるか。うん、物資渡せんの。あ、いけそう。あ、マジマジ。あ、ほんまや。へえ、富士に物資渡しにちゃう。うん、うん、うん、いいね。これであとカード引けばいいか。そうそう。終了でいいんでね、アクション終了の。うん、そう、アクション終了。ここから、もう安全だもんね、今回。うん。ミカル頑張って引いて、5をいっぱい持って帰ろう。うん。いや、で、これでも、あれ、うん、4まで引いて置いとった方がいいんかもな。だって次、6分の3の OGS が作られちゃうんだよ。うん、え、じゃあこれを全部引いて終わりにしとく。うん、あ、そうなん。え、これもう一枚引くでしょ。うん、うん、でそれで置いとかないと、今この6分の3のやつが出来上がるんじゃん、うん、そうやな、うん、やんね、うん、1分の1で来るやば、うん、これはこれでいいでしょ。うん、うん、じゃあでまた使ったらどんどん上げ、あ、置かれていくもんな。そう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 。うん、俺は3使ってみんなが回収できないやつ回収しちゃうか。そうね、うん、富士の横回収できたら、うん、いや、富士の足元か、あの富士は4を、そうね、みんなが取れない場所を回収せない。確かに帰りながら回収はいいかも、うん、そうやね。3使うんだもんな、1、うん、4でしょ、うん、だ2残るのか、1個戻って回収して1個か、もしくはフルコンさんの隣、あ、フルコンさんととりあえずの5を回収して、うん、ルート開拓最後するか。え、でも古日記のところの5は言うて俺がワンチャンいけるかもしらんから。あ、そっかそっか、みんないけるといいか。古日記が動くから、うん、で富士の足元は足元、俺ミカルが動かへんし、俺より前に、うん、で動かんから、富士の足元の4は絶対富士しか取られへんね今。うん、うん、なるほど。うん、1個下がると、うん、下がって、あ、そうかそうか、うん、そう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 、下がって富士しか取れないとこ4取れるからな。4、あの、うん、そうね、5全部取ったとしても4は3枚取らなあかんから、5、7枚よね、うん、全部で。じゃあ回収しちゃおう、うん、そうそう、だから富士は4、4でいいよ。そこ開拓したらまた埋まるんじゃない。でもこれ OGS の隣はね、ルート開拓をしてしまうと渡せないか。そう、もしも、そうそうそう、あ、なるほど、共有が、あ、ユーフォは無理。え、1移動して左の4潰してもいいんじゃない。あ、なるほど、うん、あ、4もう全員で5を集めるとして、いや、実際いけるやん、 2のとこ止まるやん。で、じゃあその OGS 潰れてるところにルート開拓、あ、2、あ、2使って、あ、1個、そうなんだよね。オジエスところ、まあ、これってさ、この黄色の上に折れんの、富士は。切れる。あ、じゃあ、いや、2で黄色の上行っちゃって、次でルート開拓しといてくれてもいいけど。あ、そうね。あ、そうしよっか。うん。あ、そうだね。オジエス。ルート開拓もうできんよね。いや、あと1個だけ。次のターンで。うん。うん。あ、そう。そうしよう。うん。うん。お前、あと1個だけあるわ。うん。オッケー。そうね、これ安全。うん、で俺はもう開拓して帰るか。でロボットくんな、ロボットここ、ん？白い人、ミカルの左でいい？一旦それでいいんじゃないかな。ちょっと待って、ちょっと待って。回収とかできるか。俺に酸素を
まずくれないと無理だわ。あ、いや、ロボットを動かすのは一番最初のあれよ。あー、ロボットか。あー、ごめんごめん。あ、そう、自分の行き先かなと思ってた。ちゃ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 。まあ、ミカルの左でいいかな。とりあえず。あ、そうね。ほんなら、富士が4を2個回収できる可能性あるもんな。うん。うん。だ、そうだね。誰かに渡さなあかんけどね。うん。あ、そうね。まず3引きます。で、あー、6。はい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 。じゃあ、それと俺がもらいに行くか、1個回収して戻って、富士に。俺物資回収してから位置移動してタンク共有もできるな。うんうんうん、うん、じゃあ左回収するよ。ええ右回収じゃねえか。どっちでもいいか。うん、左、え、右のやつは湯気ポがワンチャン取りに行くって感じなの。俺奥行きにくいから。そうはね、そうやね。物資回収で左回収して、で、うん、で横行こ、ここでタンク共有かな。で移動で、左まで行ってもいいんやけど、あの、そうすると次にピラノが、そうか、そう、物資回収できなくなるから、うん、今回収したところでいいんじゃないかな。うん、ここ立ってタンク共有、うん、助け合いだな、うん、いや、ギリギリだな、なんか、どうしようかな。うん、でも1個かな。1個やと思うな、俺も。これ2個上げたらフルニキだ。もうミカルが思いっきりいければ最高やけど。そうやねんな。危ないよな、2個とも渡して、うん、次で死ぬ可能性考えると。うんうん、いや、1個やな。あ、待って。この ラスト1個の、あの、1個渡して決定で、ルート開拓ってあんまあれか、意味ない。どこ置いても一緒か、結局。うん。よし。で、まだ移動できるけど、うーん、どうしようかな。まあ、おっていいんじゃないかな。うん、そこがベストなような気がする。俺ワンチャン左の物資回収したいし。そうやんね。うん、まあ、まあ、回収むず。まあ、ここおるわ。うん、いや、だってあれ間違えた、あれ、あれ、ああ、間違えた。移動したね、移動したね。うん、まあ、戻ったね。移動、ああ、行動がキャンセルになっちゃったんか。ちょっと待って。ああ、そういうことなんや。ああ、びっくりした。ああ、キャンセルできんねや。ああ、え、お前、こっち制限時間なしにしたら、コントロール Z ができんねや。ああ、なるほど。キャンセルができる。タンク共有、お前、タンク共有キャンセルしてるもん。本当だ、危な。怖っ。びっくりや、今のビビッと。じゃあ、もうここで終了します。はい。はい。しゃ。うん、で、でかいの、ごい、でかいの。あ、でかい。いいぞ、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 いいぞ。まず、物資回収からの、そうね、回収ね。移動で、あの、あそこ、あの、ルート開拓してから OGS 起動してもいいぐらいじゃない？そこの回収したとこ。この先、誰か行く？もう行かなくて行くない？行かんかも。あと、え、俺ももう一個いるし、ミカルが拾うんじゃない？ああ、うん、1、3、4、5、6。ああ、ほんまやな。ああ、いかがしゃあないか。そう。そうね。え、でもジーフさんがもう一個拾ってくれるとなると、1、2、3、4、5、6、7になって、うん、いや、でもね、湯気子、フルニキの一番右側のやつで8。うん。うん、あ、今4、3つで、5、あと、全部回収してパンパンなんよな。10個なんよな。だけど4を富士が回収するんであれば、ミカルは、むしろ戻って富士のやつ、今持ってる2個をもらいに行って、で富士があそこの残ってる4を回収するって感じで、どっちにするかやな。まあ、そうだから 俺がミカルに1個渡して、うん、うん、で、さらに先行くかとか。そうね、うん、まあでもそれは危険か。10個は無理じゃねえのかな。10個むずいよね。うん、祈るしかないな。9とかで我慢して、8、9で祈りしかない。そう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 、そう、あ、そうか、うん、そう、だから僕、ま、マストはジーフさんの隣の4、フルニキの右の5やね、マストは。あの、富士が左の4、2個取れたら最高かな。そうね、そう、相手に止めることな、俺。いや、でもこれはいい、これでいい。
じゃあ、じゃあ、ん？あ、そうか、回収したから、これ、3、4、下の3、4止まってしまうと、ジーフさん回収できへんからな。そう。ね。そうだね。まずは OGS どこ置くか。OGS は課長起動しようんじゃない？もう、OGS 起動して、俺そこ止まっていいんか。うん。どこ置こうか、OGS。そうね、OGS は絶対起動せなかったよね。ね。うん、おお、なんか、俺の、そうね、俺とフルニキの真ん中に OGS とかが一番良くない？うん、いいんちゃう？そうやな、そこやな、うん、うん、ラスト OGS！ うん、ラスト OGS お願いします。じゃあさ、一応さ、あの、うん、俺次の出目によっては左の5を回収して戻るというのをワンチャンやるから、うん、あの左一を開拓しといてよ。まだポイントあるでしょ。しとく、うん、このうん、この上のやつね。うん、そこ開拓しといて OGS 乗って終わりで、うん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 、そうね、一応ね。あ、うん、OGS 止まって左のルート開拓した方が良かったな。ああ、キャンセルできるな。どっちでも、ああ、そうや、キャンセルできるわ。ああ、そうか、そうか。そうそう、だから俺、OGS 止めへんからね。そうそうそう。こっち乗って、で、と左にルート開拓した方がいいね。素晴らしい。キャンセルできた。はい、よしよし。そう、これでも。で、ここですよ。ここですよ。もうこれ、一発引いたらもう、うんちよ。これ、マジで。もう、うんちよ。頼むね。3分の2や。3分の2いける。まあ、これは壊れるまで引いていいと思うわ。いいと思う。怖い。うん。あ、ナイス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 。え、壊れるまでいっちゃうか？えぇ、まあ、そっか。関係ないのか。ああ、そうやな。もう誰かが行ってっていうのを、これ結局課長がこの後動かれへんから、ここ引いちゃっていいと思うな。そうやな、そうやな。戻るの1個じゃ戻られへんやろ。そうそう。もう1個ぐらいは引かなあかんのじゃ。3は引きたい、3は引きたいと。うん。いけ、素晴らしい、ナイス、いいね。いけ、もう1個。いっちゃうか。壊れることにしてもいいんちゃう？ 3 引ける。3引けるぞ。てん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 。壊れるほどは引ける。いいぞ、いけるいける。壊す、壊しちゃうの、壊せ、壊せ、壊れるほど愛しても。いやいや、上出来、上出来。壊れるほど愛しちゃった。上出来、上出来。最高やん。いや、希望があるぞ、これは。上出来です。これ、ちょっと、ムードメイク、ムードメイクしてくれ。ムードメイクしてくれ。ムードメーカーの力はこれだ。メイクしろよ。まあ一個進んで。回収もでき。お前回収もできんやん。お前回収もでき。マジか。ここでさ、俺が余裕生まれたから、フルニキにその右側の5を回収任して、俺はその左の5を取って変えるかみたいなことも多分できると思うよ。できるね。だから湯気も帰り始めていいんじゃない？湯気も帰ろうか。うん、ユゲポ帰ろ。ユゲポもうその残り酸素で帰ろ、ムードメーカー。ユゲポ帰ろ。帰るのすごいスムーズ。ムードメイクできひんかったな。帰ろ。帰ろか、ユゲポや。ユゲポ帰ろ。もうすごい帰れるけど。もう3まで行こう。もういい、いい、帰って、いいよいいよいいよ、絶対帰れるから。帰ります。帰ろ、帰ろ。お疲れ様でした。お疲れ、ゆげぽお疲れ。まあそれでもしようか。じゃあミカルはあの回収やな。そう、あ、まあその4回収するか。回収し、うん、下を、うんうん、回収して終わりでいいんちゃう。回収して、で、あ、まだ引けるやん、ミカル。あ、ほんまや、引け、引けんのよね、引けんのよ。引いとった。これでじゃあカード引くか。でもらうわ、横空いてるから。頼むぞ。生きてるやん。じゃあお願いします。行け、これ行け、見せたれ。3引け。おー、素晴らしい。いいじゃない。まあまあまあ。でも終わりか。うんうんうん。完璧やん。おー、楽しそうやな。完璧。さあ、出目次第。6。お、いいんじゃない？あ、いいね。拾って。回収して。回収はマスト。いいですね。2マス進んで回収でいいんじゃない？
あ、マジ？あ、あちゃか。でも関係ないでしょ。うん、とりあえず回収した。で、で2か。3も。微妙。次もう帰る。あの、ケット3帰っとったら、まあ、ワンチャン3取って帰るかって感じか。俺もう帰った方がいい？いいんじゃない？帰りつつ、まあ、そっか、そうだよね。最後ワンチャン3回して、ね。酸素無駄にするのもあれだしな。あ、もう帰りたくもないしね。うん。うんうん、あ、帰るわ。うん。帰ろう。帰ろう、富士。うん、だから富士、そのチョボ、3の手前のチョボ乗れるよね。そうね、そこに乗って、最後3乗って帰るわ。だね。ワンチャン行けたら、オッケー、ね、帰ると最高やね。よしよし。おぉ、仕事してるな。仕事してるぜ。いいね。だって、めちゃくちゃ俺が、じゃあ、あ、ミカルの横にロボットいてややこいな。ミカルから俺酸素もらって帰らなあかんから。うん、ロボット帰るように後ろに置いとけば ?4、こ、あ、もうこの、ここ行っちゃうね。真ん中、ルートの真ん中でいいよね。なんだ？ルートの真ん中のとこでしょ？バツ、OGS の、バツ。OGS の2つ隣の左の、ね。あ、そう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 。やんね。はいはい、バツの使いね。はいはいはい。ここでいいよな。はい。な、俺も、もう帰りながらもう一個回収しますやから。そうね、もうだいぶ溜まってきてるはずだよな。うん、1、2、3、4。いい出目出てくれ。右の5を回収してから帰りたい。いける、あ、いける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 、いいですね。もう帰ろう、帰ろう。あ、なるほど。最終フルニキここで共有しなくてもミカルに共有してもらえればいいから。うん、だピラノは、その3を使ってワンチャン奥の5を、うん、左の奥の5を、ワンチャンっていうか普通に、はい、そうやね。うん、そうね。バギー返りすれば。1で5を回収できるのか。1で、あ、俺バギー返りあるか。バギー返りもあり、そう。いいね。ほんまや。3、3つはいけるよ、きっと。そう。いけるな。5をめっちゃ持って、ね、回収して、で、ミカルの隣に行って、ね、ここか。んそう。ここや、ね。で、ミカルじゃないと、にもらわなあかんから、あ、渡してもらうっていうのもありなんか次で。そう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 。あ、そっか。じゃあ、3でいいんじゃない、うん、うん。左、うん、そうだね。はいはい。じゃあもう、3APのところで、はいはいはい。ちょっとでも、うん、キロについて。うん。そうやね、うん、はい、じゃあここで終わりまーす。いけるか、じゃあ俺ちょっともう奥まで行くぞ。ああ、奥行って、そうで、奥行って、いいですね。ああ、まあ、じゃあ、宇宙果てを見てこいよ、課長は。待てよ、待てがあるのか。まずじゃあ2止まって物資回収で今回はいいかな。はいはい、うん、うん、そうなるか、うんうん、うん、いいよ、そうだね、奥まで行くんだけど、バギーってさ、乗った瞬間どうなの、回収はできんくなの、あ、回収はできなくなるだったかな、そう、いや俺バギー乗ったことないから俺もないんだよね、わかんない、ね、バギーって数値が2倍になるの、そう、あ、そう、うん、これまあば、あ、そうか、帰り回収できないのか、できんのかってことよね、バギー乗ってたら回収できひんかもな、でワンチャンできんねやったら、2倍になんねやったら、バギーにも乗ってほうがいいよね。バギー乗ってほうがいい。回収できないっぽいね。多分今、あれ見れる。よくある質問とかじゃない。あ、バギー、バギー、次のターンから、乗った次のターンから 1AP が倍になって、バギーに乗ると物資回収できません。うん、なるほど。じゃあ、うん、じゃあもう回収やな。これ結構、ちょっと待って。で、回収するやんか。うん、で、次のターンで、ピラノさんが1使うからラスト1枚でバギーで帰らなかったんだ、そういうことなんだよね、うん、じゃあ最悪6ってことか、酸素共有はできるんやろ、ああ、ミカルから途中でもらうというのは、あ、うん、そうだね、まあでも1欲張らんとくか、もう1枚にし、じゃあ、うん、そうね、 1AP 止まってで前の物資回収して一回また同じところに戻ってくるっていう方がいいかもね。ねえ、まあ、鍵怖いかも。そう、次のターンからっていうのがな、ね、結局、ね、あの無駄にする感がある、うん、出てくる。そうなんよな、うん、そうしよう。回収できるならそれで、ほんで V の字で帰れば、ね、いいよね。ああ、素晴らしい。うん、俺は宇宙の果ては遠かったわ。ねえ、じゃあ私帰らしてもらいますね。はい、お疲れ様でーす。帰らしてもらいます。出すなよ、お疲れ様でした。一人先に。お疲れ様でした。いらねえ。いらねえ。いらねえ。ムードメイクでしました。いや、ムード作ってた。
わ。いらねえ。ここまでいける。めっちゃ奥までいける。ここまでいける。すごい。特に意味はないけど奥までいける。奥までいけた。いや、買います。もったいない。もったいないな。はい。ムードメイクできた。よかった。さあ、ミカルか、どうするかやな。完璧、バッチリやな。まずフルコンさんに。まあ、サイコロはまあ。まあ、サイコロは振って。うん。ほら。2個渡してどう ?2 個もらおうかな。あ、じゃあ、フルニキに。うん。2個ね。2個渡して、帰る分だね。うん。あざーす。で、もうミカル帰っていいよな。で、物資はそのままかな。じゃあ。物資そのままでいい。うん。大丈夫。だ取られへんから。ほんでもミカルも帰りつつ古にきの踏み台になった方がいいんじゃないかな。ああ、なるほどね。確かに。だから、これと壊れたオージェスのとこでいいんじゃない。そうね。そこまで行く。もう帰るだけやから。だから、課長の帰り具合だけがね、結構心配やな。帰り道して。ねえ。まあ、大丈夫でしょ。じゃあ、俺も111が出て、3せっかくやから引いてくれ。おお、いいじゃん。回収してから帰れるぞ。帰れる。ナイスナイス。いい仕事。すごい仕事めっちゃできてる。いい仕事。めっちゃ物資持ってる。最後まで仕事する。ねえ。すげえ。すごいすごい。物資全部捨てていいか。じゃあ。じゃ破壊衝動やめる。よっしゃー、ナイス。ナイスです。やっと帰れた。ナイスです。さて、俺やな。ロボットなぁ。ロボットこの位置でいいよね。ロボットそこがベストなんじゃない？ベストやんね。で、平野さん、そう、確かに OGS ワンチャン踏めるからね。そう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 。危険やから。帰り道危なかったら OGS 踏めるよな。3やから。ごめん、あれか。そうか、ロボット、あれか。ミカル君の下に置いてもよかったんか。ロボットはね、いや、ロボットもしかしたら、じゃ課長のために。課長のために、OGS の手前とかね、そうやな、そっちでやってもよかったか。あ、なるほど。やれんのか、それ。あ、でももう、さすがに無理や、それは。大丈夫かな、ミカル君、大丈夫かな、帰れるかな、ちゃんと。俺、ちょっとね、出目が足りないと死ぬかもしれない。あ、そうなの。じゃあ、俺、もう一個あるから、俺、ここ、ゴール前のバツ潰しとくわ。そうね。ありがたい、ありがたい、それはありがたい。なるほど。そうそう、もう一回回せるから、俺。そうね。で、もう一回、ロボットもね、動かせる時が、それでいい、それがいいわ。素晴らしい。素晴らしい。オッケー。ピラノさんが、3、4、5、5、出さねえ。ここに立つ。うん。おい、俺がルートになる。5!5 以上、5以上。はもう変えるだけ。5! ナイスすぎる、ナイスすぎる。はみ出目。はみ出目。バギー負けちゃってたもん、今。はみ出目。俺は引くぞ。俺は引くぞ。はみ出目。はい、でも出てこない。今の位置。いやマジか。マジか。これ、マジかで。もうじゃあ、これですか、これ。酸素、これで全部ってことか。これはもう、じゃあ、身から変えるしかない。まあ、どうやっても帰れるよな。え、ピラノ帰れるよな。怖い、みち、に、に、三、四、五。え、6以上出さなあかんやん。6やん、6やわ。え、やば。そうや。え、やばいじゃん。うん、じゃあ、帰還します。ふに帰らなかもんな。うん、ふに帰らな。俺も帰らんと死ぬから。やば。6や。やば。ロボット。ロボットどこでも変わらんから。変わらん、変わらん。うん、うん。変わらんから、もう、もう。うわぁ、すげえ、ギリギリ。やばぁ、マジかぁ、ピラノ。くそ。これ、最後や。うん。うわぁ、やってるわ。うわ、全員帰れた。なんかないの。なんか、なんもないんか、できることは。いや、そうだね。なんか、やる気あんのにね。帰るしかない。やる気はあるのに何もできない。6以上引くじゃない。課長頑張れ。よしよし。頼むぞ、頼むぞ。課長課長頑張れ、帰ってこい。さあ、なるほど。課長のナイスロール。お前ら、俺が持ってる物資が欲しいだけだろ。6! 頼む課長頑張れ頼む課長頼む頼む嘘嘘だ嘘やろマジか
できてる。できてた。クリアできた。うわー。うわー。最悪や。惜しい。惜しい。惜しくて。こんなギリギリ惜しいことある。惜しい。悔しい。悔しすぎる。うわ、最も時期嵐に遭遇と最も出目が悪かったのが宮野さんや。そんなやつを一番奥に連れていくから。いや、でもほんまもう、ほんまもうこれもう、ちょっとの差よ。いや、もうこれしかないよ。いや、これベスト、ベストチョイスやった。難しいね、このゲーム。これで最低難易度でこれやもんな。やっとオールできてやっと7、ギリギリ7でしょこれ。そう、うん、だう今ので6出せててギリだからいかなあかんかってん、ね、どっちにしろピラノも無理無理戦闘クリアできへんかったよなこれ、うん、そう、いやこれ間違ってなかったね、うん、あそこのそうね2分の1引かれへんとかそういうドラマがめちゃくちゃおもろいな、うん、俺とピラノ5を2個ずつ引いてんのにそれでも壊れてんねんなマジでねえ、そうなんよ。5の壊れてる率結構あるからね。そうなんやな。でもこれ手前引いた方がいいんじゃないかぐらいになってくるな。ねえ。難しい。富士の全部無事やもん。富士の三角三も無事やからな。そうね。え、でもそういうゲームなんかな。結構3とか4とかを結構回収いっぱいした方が率、それで率を上げてクリアするゲームなんかな。もちろん。数勝負で。5だって5分の3、5分の2潰れてるやん。その、うん、その大活躍の富士山なんですけど、停電してる富士。停電うん。停電した。そんなことあるすごいな、今日いろいろ起こるな。富士山停電。いろいろ起こるな、ミカルのインターネットはつながらんくなるし。まあ、富士もちょうど停電してしまったということで、はい、まあ、ゼロ時も壊したので、ちょっと最後ミッションは失敗してしまいましたが、まあ、新年にふさわしく楽しいゲームでございました。ですね。はい。はい、まあ、ただ今年もゆるゆると、配信していくと思いますので、ぜひよろしくお願いいたします。ということで、本日のゲーム実況ワクワクさんおしまい。ありがとうございました。ありがとうございました。いや、悔しい。悔しい。いや、これ、ほんと、あと1だもんな。悔しい。いやー。わー。じゃあ、放送も終わります。バイバーイ。はい、バイバーイ。